チャララララ。シンゴとキューの木曜日よりの使者。おはようございます。木曜日よりの使者です。はい、始まりました。始まりました。キューです。シンゴです。よろしくお願いします。皆さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。イメチェンしたんですね。いや、なんか使ったり帽子があったんで、いつ被るのかなと思って、この帽子。ハンバーグではないんですね。そういう地形ですね。あ、そう、地形。地形です。そう、地形。そう、地形です。ハンバーグかなと思って。チェックのシャツに。そう、そういうことです。そう、地形です。そう、地形です。そう、地形ですね。ありがとうございます。はい、あ、向井さん、おはようございます。向井さん。川瀬、おはよう。ノリピー来た。落ちろよってなんだろう。ノリピーだ。おはようございます。あ、キーちゃん、ステッカー、届いたそうです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。早速、お願いします。あら、あらかわいい、今日も。今日もね、姫が来てくる。早い、今日は手が早いね。ほんと、手が早い。手が早い。ありがとうございます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 。手が早い。うん、褒められた気しちゃった。ああ、ダンバインのこと言ってんだ。うん、あのね、熱中しててね、うん。それどころじゃなかったですよね。姫氏。そうです。おはようございます。ケンキさんもおはようございます。ケンキさんおはようございます。ケンキさんいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。あ、泉さん、どうも。うん、待機組。あれ西口の泉さんでしょ、あれ。あれ西、え、泉 P？ 泉 P って西口。泉 P ってあれ西口の泉さん。違うんじゃない？多分そうだと。本当？正解だったら正解って言ってもらおうかな。うん。いや、正解だったら正解って言うでしょ、多分。あ、そうか。違うんじゃない？泉 P、西口の泉 P かな。まあ、乾杯しましょうか。乾杯しますか。乾杯しますか。はい、皆さんお酒持ってる人はね、はい、一緒に飲みましょう。うん。よかったら。3月8日ですね。はい。3月8日。今日も一日ね。はい。はい。この間、うん、にゃんにゃんにゃんで猫の日だって言ったから、うん、ちょっと前もって調べましたよ。はい。今日はね、あ、何の日？サバの日です。本当？本当？本当本当。サバの日です。あ、正解。やっぱ泉 P。そう、泉 P。西口の泉 P だ。正解って言ってる。じゃあ今日もね、はい、こんな天気ですけど、はい、ね、低気圧の中、はい、皆さん一日お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。じゃあ今、お酒を飲んでる人も飲んでない人も、はい。ね、今日も、今日はね、ゲストが2名いるので、はい、30分拡大で、1時間半ということで。1時間半放送しますんでね。はい。なんとか、ね、眠い目をこすりながら、はい。はい。寝落ちする人もいると思いますけど、はい。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆様、今日もお願いします。乾杯！乾杯！いーっす。あー、美味しい。うん。最高の割合だね。割合だね。最高の黄金比きたね。最高の割合。もう。届いてる今。いやもう抱きつきそう。次、次持ってきた時抱きつきそう。生放送中に抱きついたらいかんよ。ダメだよね。ダメ。そんなことないよね。ないね。そんなことない、ね。そんな人いない。そんな人いない。そうだよね。まあ、生放送中に酔っ払うのどうかと思いますけど。うんうんうん。あ、みつくんおはようございます。みつくん久しぶりですね。みつくん久しぶりだね、うん。いつもあの、オープニングでだけコメントして。うん、あとに、もうほったらかしにするんだけど。あとほったらかしにするタイプのみつくん。うん、はい。今日はね、うん、1時間半ですから、はい、12時半まで。12時半まで。お付き合いいただければね。はい。いいことあると思うんですよ。いいことある。なんと。はい。ステッカーがリニューアルしました。あ、ステッカーリニューアル。さっきキーちゃんも言ってましたけど。はい。ステッカーちょっと大きいんじゃねえかと。でかいんだよ、ね。でかいじゃねえかと。ステッカーでかいんだよ。携帯貼れねえぞっていう。苦情がいっぱい来ましたんでね、うん、あれです名刺サイズに変えました、うん、あ、Q さんこの前ごちそうさまでした。こちらこそ木村さんありがとうございます。コメント初コメント初コメントありがとうございます。木村さんどうも。木村さんね、今までも何回か見てくれたらしいんですけど、そう、あの氷川台のスナックまどか、うん、あのスナックまどかのお客さんで、でスナックまどかが紹介してくれて、あの名古屋に出張来た時に、うん、うちに飲みに来てくれて、ほうほうほう、でこの間2回目来てくれて、で、あれそういえば僕見てますよたまに、あれって言って Facebook で繋がってるから、はいはいはい、Twitter と、はい、僕たまにあれ見てますよっつって、あ、マジでっつって、じゃあコメントしてくださいよっつって、はいはい、あ、それ嬉しいな、うん、うん、ね、うん、
そう、当てるしかないです。おはようございます。ゆうきくん、おはようございます。そう。あのね、しかも名刺サイズのね、あの、ステッカーにね、ハイテク、QR コードがついたんですよ。マジで？はい。もう。QR コードが ?QR コードがついたんです。みんな、それ、ポッと読み取るだけです。すぐに。番組見れちゃうっていう。番組見れちゃう。すごいね、うん。最新だね、今の。最新。それを、名刺サイズのやつを、うん、はい、余ってるでっかいステッカーとセットで、はい、差し上げます。あれ履かないとさ、それ抱き合わせじゃん完全に抱き合わせ方式で、そうそうそう、履かないと、はい、あれだから、はい、ね、でも今日はねゲスト2名いますから、もうクイズやりません今日は。やりますよ。あ、やりますね。やりますやります。だからさ、ゲストとの間にやろうとしたんだけど、うん、なんかみんな忙しいみたいで、うん、できなかった、できない、最後にやるのかな、クイズは、うん、最後の方に、はい、やんのかなって言ったの。やんのかな、うん、多分、うん、でもその時はもうね12時超えてますから、はい、もうみんな落ちてるんじゃないですか。ああ、そうか。クイズ、じゃあ逆に今日はクイズやっても誰も答えてくれないんじゃないですか。ああね。うん。はい。カワセばっかり答えてるかもしれない。じゃあカワセにもう送りましょうか。新しい、うん。余ってる。そう。でっかいのがね。うん、そう、でっかいのが余ってますから。そう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 。キイちゃんも小さいやつ欲しいでしょ。うん。ぜひねクイズの時間まで、うん、頑張っていただいて。はい。はい。俺がいるよ。ほらね。お、いる、うん。いやー、しかしね。はい、はい、はい、はい。来る前にね、うん、28連もしちゃったんでね。パチンコ？はい。びっくりしちゃった、俺。すごいな。ダンバインってあんなすごいんだね。あ、ダンバインね。ダンバインはすごいんですよね。28で40ラッシュですよ。まあ、だから、ラッシュっていうネーミングなだけあるよね。あ、ラッシュだったね、うん。あれはすごかった。すごいな。勢い余って回転寿司食べちゃったよ。値段見ずに中トロ頼んじゃったよ、回転寿司で。回転寿司で、うん、あれ540円もした、あの皿、あ、後から見たら。でもそれはでも美味しいでしょ。美味しかった、美味しかった。あのだから、あの回転寿司でも均一のとこよりちゃんとお皿によって値段が違うところの方が、うん、そうだね、信頼感がある、あるよね、うん、安心感がある。たまに150円でお前中トロはねえだろっていうね、うんうん、そう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 、うん、でも150円だと文句も言えないじゃん。でもそうだね、うん、うん、そうそうそう、オーラ力そうそうそう、オーラ力ね。そうそうそう。うん。漢字で力力って書いてんだけど、オーラ、ね、オーラ力って読まないんだよね。そうそうそう、あの漫画の中で、あのストーリーの中で、うん、オーラ力っていう。あ、そうなんだ。うん、あの主人公弱えな。ああ、少佐まね。ああ、少佐ま。少佐強え。いつもああっつってるよ。うん、俺小学生の時ダンバインのプラモデル組み立ててたもんね。あ、本当？うん。俺あんまり分かんないんだよね。ああ。戦ってても、うん、どっちが主人公なのか今っちゃ分かんない。もうあのダンバインとビルバインだけが主人公なの。うん、うん、あのね、黒に塗ったねダンバインにね、ベランダに新聞紙引いてね、うん、銀のメタリックのスプレー離したところからちょっと、ああ、そうそうそう、ちょっとこうメタリックをね、こうかけてね、出すんだ、やってた俺。ダンバイン、耳元で叫ぶな。俺のことですかね。うん、そういうセリフがあるのかな。うん、そっちでやってるのかな。うん、そうです。はい。まあ、というわけで、はい、今日はですね、はい、ゲスト2名がね、2名様、はい、いるので、はい、どん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 とやっていきましょう。やっていきましょう。はい、やっていきましょう。はい。あの人ですか、ゲストは。違いますね。あ、違います。あれはブロンソンですね。あ、あれはブロンソン。あれブロンソンです。そんなわけで、はい、一旦コマーシャルいきましょうか。はい。はい、それでは一旦コマーシャルです。どうぞ。東口を出て徒歩5分、ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK、 スタジオ内見学 OK。 あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル、はい、ただ今テレフォンショッキング V じゃないの？ん？テレフォンショッキング？うん。はい、V じゃ。V 行きましょう。はい。ドン。
はい、ただいま。というわけで、テレフォンショーキング、はい、ロードトゥタモリのコーナーでございます。はい、やりましょうか。はい。早速。もうですね、すでにもう名前が出てますが、はい。はい。先週の、トーマくん。ね、トーマザ・マエンくんからのご紹介で、はい、今週もまたシンガーソングライターで、最近なんかもう音楽番組みたいになってますけど、はい。はい。それで呼んでみましょう、はい。今週のゲストは福永幸太郎くんです。どうぞ。どうぞ。じゃあ、そうですね、その1回置いておきます。失礼します。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。もう姫はそこで準備してますけど、お酒は大丈夫？お酒は大丈夫ですよね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。あんまり普段飲まないですか？いや、飲みますよ。飲みますよ。いちいちさ、貯めるよね。うん、さっきさ、入ってきてすぐさ、今日、お酒大丈夫ですかって言ったら、いやー、飲めます。どっちか分かんなくなっちゃう、ね。それはね、ちょっと俺たちが無理に飲ましてるのか。そうそう、どっちか分かんなくなっちゃう。うん、いや、飲めるんです。飲める方で、飲める方で。ということで、認識大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、好きなんだね。お酒好きなんだ。好きってことで。好きです。はい、わかりました。むしろ飲みすぎてね。飲みすぎて、失敗しちゃう方だ。そうですね。僕の方がいっぱい失敗してますよ。はい。もう、お酒の失敗なんて数えきれない。はい。はい。オイサー。オイサーはね、オイサーはせんよ。オイサー、はい。オイサーすの俺だけだよ。うん。ゲストはしないよ。はい。はい、というわけで、早速ちょっとお近づきの印に乾杯を。はい、乾杯を。はい。よろしくお願いします。今日は一つよろしくお願いします。お願いします。自分のペースで飲んで。自分のペースで飲んで。僕らだけでいいですよ。ありがとうございます。はい、お酒の失敗は嫌い、ノリピーな。そうね、ノリピーはお酒の失敗嫌いです。お酒の失敗したことあります？よくありますよ。よくある。例えば僕地元兵庫県なんですけど、はいはい、兵庫県の阪神タイガースの、そうですそうです、ゆいかもみたいな、かもめみたいな感じで、うん、モノレール通ってるとこあるんですけど、うん、そこを酔っ払って乗って、うん、終電まで 2,3 時間ある状態でもカツカツまでもくるくるに回って、うん、山手線みたいな感じで寝ちゃってです、うん、で駅員さんに、うん、あ、終電ですよって下ろしてもらって、うん、そこで3時間ぐらい力尽きてます。あー、びっくりした。俺バターになっちゃったのかなと。回りすぎて最終的に、ね、そっちかバターケーキになっちゃうからね。寝ちゃってしまったって話ですね。ってっていう、まあこっち来ても何回かありますね。それぐらいあれですよ。結構財布をなくしちゃったとか。ああ、それ痛い。ありますね。それは財布をなくしたじゃなくて取られてるんでしょ？寝てる間に。もうぶっちゃけどっちか分かんないですよね。ああ、そうだよ、そうだよね。俺なんか全部なくなったことがあるよ、昔歌舞伎町で寝てて。歌舞伎町だもん。うん、歌舞伎町の。身ぐるみ剥がされるとはもう。本当に。うん。セカンドバッグ、ベルサーチのセカンドバッグの中にグッチの財布が入ってて、そのグッチの財布の中に7、8万入ってて、それを枕にして道端で寝て、時計してて、携帯持っててみたいな、起きたら全部なくなったからね。やるねー。金目のものしか持ってないです。さすが歌舞伎町だね。うん、本当に。そんなに取るみたいな。そんなに取るかねみたいな。靴とかはあった？靴はあった。普通、いやいや、普通大体財布だけとか。うん。いや、カバンごと取ったんだったらそれでよくないみたいな、わざわざ。いや、だから違う人なんだって。ああ、なるほどね。あ、カバンだけ取ったやつが逃げるでしょ。うん。それで、お、こっち寝てんじゃん、なんか取ろうって。何にカバンねえじゃねえか、お金持ってねえのかな。あ、時計でいいや。うん。なるほどな。その次のやつが。こいつ、カバンも時計もない、多分もうやられた後だな、みたいな。わかってんの、わかってんの、うん。なんか残ってねえかな、みたいな。チャンスだ、みたいな。そうですね。散々やられましたよ。なんて呼べばいいですか、なんか。あ、僕、福永幸太郎なんで、もう、幸太郎って。幸太郎でいいですか？はい、幸太郎でも。幸太郎でいいの？はい、幸太郎でも。なんか、あとは、幸ちゃんとか。幸ちゃん、って多いですね。幸ちゃんがいいね。幸ちゃんで行きましょうか。うん。はい、よろしくお願いします。お願いします。幸ちゃんは、はい、今おいくつですか？僕、28ですね。28？ 8の年です。あ、28。で、先週のトーマくんと、一緒ですよね。吉祥寺で普段やってる。そうですね。うん。まあ、結構ホームは吉祥寺。ホームは吉祥寺ですね。でもなんかいっぱいあちこちライブとかもするんでしょ？そうですね。うん。さっきなんかチラッと喋ったら自分のその主催のイベントとかもやったりとか、はい、いろんなシンガーさんを呼んで。
あります、ね、なるほどね。どうしてさ、はい、神戸からさ、はい、東京に来てさ、吉祥寺の路上で歌おうと思ったの？あ、そいっぱいあるじゃん街がさ。そうですね、うん、いやもう最初は実はあの役者になりたいと思って出てきて、その中で縁があって歌を始めたっていうか。あ、歌が一番最初の一番じゃなかったんだ。もともとはそうなんですよ。へえ。え、今はもう全然もう歌でやっていこうって感じ？そうですね。今年から音楽一本で活動してまして。すごい。え、じゃあ東京来てからギターとかもやり始めたってこと？そうですね、音楽始めたのはこっち来てからです。すごっ。すごい。頭おかしいですよね。すごっ。だってまだ4年でしょ？そうだよ。さっき喋ってて。そうだよ。だから3年ぐらいですよね、音楽自体やってんのは。嘘、俺も今から練習しようかな、ギターは。3年でいきますよ。嘘、どうしても人差し指でこう全部押さえたりできない。F から、F からやろう。F を押さえられるようになってからマシカードを見たと。鬼門ですよね。うん。ダメだ、もうどうしても。F はね、突然、さっきも言いましたけど、うん、突然抑えられるんですよ。本当？突然、ある日突然抑えられるんですよ。本当？はい。全ミュートだよ、俺。F。カラ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 って。全ミュートだ。全ミュートだよ、もう。うん、それ、小指がいけないんじゃないかな。小指手前にあるから、手前で音鳴るはずなんだけど。いやいや、もう全ミュート。ポポ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 ポつって。へー、でもすごいね。私もそうでした。中学校の時僕はその F コードを抑えられなくて、うん、諦めて、うん、高校生になったらあ、久しぶりにギター握ってみようと思っていきなり F ができたんです。うーん、だからいきなりできるんですよ。後で握ってみたらどうですか？マジでできるかな、うん、いきなりできてるかもしれないですよ。本当？そしたらそっから早いな、俺、うん、早いかどうか知らないけど、 F さえ抑えられればもう、まあね、うん、こっちのもんですよ。でもすごいね、役者を目指して出てきて、そっからギターをやり始めて、今は音楽一本でっていうのもすごいね。まあなんか今は音楽一本でやりたいって思いつつ、まあこう余韻で生活できてる感じはあるんですけど、余韻っていうか、まあ仕事してた時の。え、でもさ、はい、何かに影響を受けていきなり音楽になったわけでしょ？影響、それがあんまり受けてはいるんですけど、うん、この人になりたいっていうのは、まあ、いろんな人をいいなって思う人がいて。と思って、あ、ちょろいなと思って。いやいや、そうそうそう。ごめん。あ、違う。ごめん。ごめん。あ、語弊がね。まあまあ、当時、その、お世話になってた人もいますし。はいはいはい、売人っぽいって。何が売人っぽいの？売人？クロート。クロートっぽいでしょ。あれ、売人って読む人は、坊や哲読む人です。そっかそっか。坊や哲読んでる、漫画を読んでる人はあれを売人って読むんですけど、あれクロートって読むんですよ、普通。え、あれですか、あの、そう、クロートですか。クロート素人のクロートだよね。クロート、何ですか、それ。あ、なんか、マージャンの漫画で。そうそうそう。坊や哲。あの漫画を読んでるやつは、あの、クロートって書いて売人って読むんですよ。北斗の拳読んでるやつは強敵って書いて友って読んじゃうでしょ。なるほど。つい読んじゃうでしょ。ちなみに、昨日読んだんだよ、俺。ああ、じゃあ、そうなるわ。昨日読んだの。家にあんの、徹夜が。昨日読んだ。こうちゃん。こうちゃんって言われてる。私もそうでしたっていうのは、私もギターできなかったってこと？ F ができなかったってこと？ F がカラカラってなっちゃう、ね。お酒で何度振られたことかって。ゆうきくんはね、お酒でね、うん、毎回振られるっすよね、あいつは。どういうこと？酒癖の悪さで振られるの？積極性があるんじゃないですかね、多分。思うに。行き過ぎるってこと？酔っ払って帰って説教しちゃうんですよね。ああ。そういう感じだ。もう嫌ってないですね。あ、説教癖ね。ね、そういうことなんですよね、はい。売人。坊や哲の人です、ね。売人知ってる？ここ、先週がトーマくんでしょ、はい、で、その前がアスカちゃんでしょ、はい、で、その前があのトンちゃんでしょ、トンちゃん。もう3週、4週目なんですけど、はい、みんなね、ここで、ちょっとなんか、せっかくなんで、一曲披露してもらってるんですよ。はい、はい、はい。なんか。え？いける？いけます？今日俺、ギター持ってきてないんですけど。そんな時のために。はい。スタジオシグナルで。スタジオシグナルでギターをお貸しすることもあるんですよ。いいんですか、はい、はい。ありがとうございます。インザスカイって言った、今。インザスカイ、今急に、そういう。ネイティブ。フォーエバーって言った、今。言ってない。そういえばって言ったのかな。ありがとうございます。いいですか、はい、1番。1番で。ああ、もちろんです。はい。ちょっと曲紹介なんかしてもらって。
一応 CD 出してまして。あ、CD 出してる。はい。はい。今日も持ってくるの忘れてしまいましたね。ああ。CD プレゼントしたかったね。ねえ。本当だね。うん、どんどんまた。何て曲なんですか？リードオンリーメモリーっていう曲になります。リードオンメモリー。リードオンリーメモリー。リードオンリーメモリー。どんな？あの、パソコンとかの媒体である CD-ROM とか、うん、あれの ROM っていう、うん。ああ、読み込み専用ってこと？そうです。リードってことは。はい。なんか忘れられない思い出があるっていう意味合い。書き換えられないんだ。そうです。書き換えられないんだ。ああ、なるほどね。上書き禁止だ。上書き禁止だ。うん、リードオンリーメモリー。リーなるほど。曲です。聞いてください。ちょっとやらせていただきます。今なら、はっきりと言えるよ、君に会いたいよ。大好きで胸が苦しい、本当に強がって連絡も取らないようにしてるけど、声くらい聞きたいよ。初めて出会った日のこと、今でもふと思い出すよ。この季節風が吹くたび、会いたいなんて照れくさくて言えなかった。かっこつけてた自分にさよなら。今ならはっきりと言えるよ、君に会いたいよ。大好きで胸が苦しい、本当に強がって連絡も取らないようにしてるけど、声くらい聞きたいよ。ありがとうございます。かっこいい。綺麗。綺麗。え、何？吉祥寺の人みんな上手くね？上手いね、吉祥寺。レベル高いね、吉祥寺。みんな上手いよね、今のところ。うん、いやこの列、なんだから、あの、トンちゃんから始まって、うんうん、このシンガー組いるでしょ？そう、この4週ね。4週、みんな上手くね？すごい。本当に。いや、もう、トンちゃんさんは、お会いしたことないんですけど、うんうん、ああ、青色のトンちゃん。でも、めちゃめちゃ、その、僕も尊敬するなっていう。まあ、うん、歌は聞いたことあるんだ。聞いたことはあるんですけど。でも、ちょっとタイプ的には、はい、タイプ的には、こうちゃんも、あれじゃない、トンちゃんとちょっと一緒に歌ってみたいなって思うタイプじゃない。ああ、そうですね。ね、なんかちょっとなんか一緒にやってみたいなっていう感じでしょ。そうですね。うん、嬉しいなっていう。綺麗。なんで、ちょっとさ、うん、俺思ったんだけど、うん、テレフォンショッキング飲み会やんない今度。テレフォンショッキング飲み会やりましょうよ。そう、つながった人たちで、うん、全員集めて、うん、居酒屋かなんかで普通に飲む。ただ飲むっていう。やりましょう、やりましょう。で、みんななんか芸持ってるから、うん、あの、順番に。順番ね。順番にやってもらって、うん、すげえ楽しそうじゃね？めちゃめちゃ楽しそう、それ。そうだよね。うん。なんならそれも配信していいかなっていう。配信して、それも配信していいかな。その飲み会の模様も配信していいかなっていう。いいんじゃない？いいんじゃない？いやいや、めちゃめちゃいいね。かっこよかったね。かっこいい。うん。全然なんか、もうちょっとこうなんかこう、ボーンとこう、強い感じ、太い感じかなと思ったら。優しいよね、優しいよね。感じで。すごい。かっこええ。かっこよかったね。パチパチパチ。マチャコは好きでしょ、こういうの。高音が綺麗だって。うん。高音が、高音低音とか言うなよ。な精密か、お前は。あ、アスカさんだ。ん？いやーって言ってる。いやーって言ってる。アスカさん、いやー。前々回の。前々回のアスカさんね。久しぶりです。あ、アスカちゃん。アスカちゃん見てくれてますね。ありがとうございます。アスカちゃん、さっきフェイスブックにもね、コメントくれて、ね。あ、本当ですか？そうそうそう。大好き、マチャコ。
焼き鳥屋。あ、焼き鳥さんどうも、こんにちは。焼き鳥焼きながらさ、焼き鳥焼きながら聞いてんのかね。いや、あの名前をさ、焼き鳥屋にしてくれてんのがさ、ついついこっちもさ、おい、焼き鳥屋って。面白いよね。はい。いやいや、綺麗かったね、孝太郎さん。孝太郎さんかっこよかった。ちょっとテレフォンショッキング、あ、テレフォンショッキングライブでも、あの、イベントでもいいんじゃない？あ、もうライブハウス。いいじゃん、今度。ライブハウス借りて。うん、今度、木曜日よりの下プレゼンツ、テレフォンショッキングライブで、ライブでやったら今まで出てくれたアーティストさん全部呼んで、お笑い芸人の人もいたでしょ、うん、お笑いの人はお笑いやってもらって。うん、いいじゃん。それ池袋とかでやれば。そう、そうだよね。うん。で、俺ら二人で司会しながら。そうだな。ね、めっちゃ面白そうじゃん。それめちゃめちゃ面白そうじゃん。ああ、それやろう。やろうやろうやろう。いや、だってこんな上手い人がさ、続くとは思ってなかったから。うん、ねえ。うん。本当だよね。これだったらライブで成立するよ。いやいや、全然成立するね。あの、この順、あの、うん、ね、何人かさ。うん。ほんとほんと。うん。いや、それはいいわ。行きたいよね。私も行きたいって、アスカさんも参加ですよ。うん、何言ってんすか、アスカさん、出演者だから。出演者だからね、うん。もう参加ですよ。そうそうそう。はい、そうだよね、うん。芸人さんもいたし。そう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 。うん。あのタレントの方もいたしね。タレントの方もいたし。はい、それめちゃめちゃいいんじゃない？面白そうだね、うん、ちょっと何人か続いたらさ、うん、まとめてやろうぜ。やろうやろう。うん、スペシャルで。やろう。もちろん、あの、ちょっとチケットのノルマも出ちゃうけど。最初はね、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 タコカリア、大人の話。大人のお話。大人のやろうやろう。話がでかくなるのだったね。うん、いや、だってかっこいい、みんなかっこいいからさ。ね、面白そうだもんね、うん、それね。ライブ的にも。3回音楽の人だったじゃないですか。はいはい、はい。アーティストで。だから僕もね、次、どうしようと思って、うん。音楽縛りなのかなと思って。いやいやいや、全然全然全然。全然全然全然。と思ったら、そうですね。僕がね、紹介したい人は音楽の人ではないんですけど。あ、今日紹介してくれる人？はい。あれ？紹介というか出れるかなっていう感じなんですけど。あ、もうゲスト。流れ組める人。もうゲストの時間いっちゃってるの。いえいえ。もう来週のゲストの時間いっちゃってる？いえいえ。うん。軸、ちょっと軸歪んでます。白い指さされ組は来ない。白い指され組は来ないね。お前誰なんだよ、本当に。誰だ。あいつ毎週いるんすよ。後ろ指刺され組の、うん、ファンなのかなわかんないけど。うん、後ろ指刺され組のことを言うやつ。言うやつがいるんだよ。そうなると本人かなって言われちゃいますもんね。うん、いや、でもそのイベント、ちょっといいね。ちょっとやろうよ。うん。木曜日寄りの下プレゼンツ。うん、あ、絶対面白いと思うよ。うん。うん、今まで出てくれたゲストさんだけのイベント。そう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 。いいね、それ。そう、面白そうだよね。うん。で、もちろん、そのイベントでしか見れない、うん、青色さん、うん、そうだね。ね、アスカちゃん。だって、孝太郎君もそうだけど、うん、こうちゃんもそうだけど、うん、ここで一曲歌ってもらうじゃない。うん。でも、他にもさ、うん、いい曲絶対あるじゃん。うん。この感じだと。うん。それも聞きたいじゃん。ほんで、その、青色さん、うん、アスカちゃん、うん、トーマくん、うん、ね、孝太郎くんのセッションとかもなんか、うん、見たいよね。ね、なんかみんなのセッションとか。あ、ちょっと前に来たかなたくんのさ、うん、アキラ 100% も見れるんじゃないの？あ、OK、まあ、まあ、いいよ、別に。見たことある？これまで見たことある？あのね、その、3回までは。そのちょっと前、もっと遡ると、はい、AV 男優の人が出てて、その子は、舞台で、舞台で、まあ、いろんな、こう、役者さんとかもいっぱい、何十人もで、うん、風呂桶ダンサーズっていう、うん、もう風呂桶でここを隠しながら全員裸でっていう、そういう舞台とかもあったらしいんだけど。みんなイケメンの人が。そうそう、イケメンのね、うん。そう。そういうのもやってもいいしね。うん、面白そうね。うん、めっちゃ面白そうじゃん、それ。それ、いいじゃない。ゴッタニーズさんも呼んで。うん、ゴッタニーズさんも呼んで。いや、もう、林さん。うん。トミさん。うん、林トミさんも呼んで。うん、クミッチェルも呼んで。クミッチェルも応援してもらおう。うん、ね。応援してもらおう。チアもやってもらって。応援してもらおう。めちゃめちゃ面白そうじゃん、それ。桜井さん。桜井さんね。合コンスナイパー桜井さん。ああ、合コンスナイパー桜井さん、ね。桜井さんね。合コンスナイパー桜井さん今日来てますけど、ね。桜井さんにも来てもらってね。またステージの上で。ステージの上で。フリートーク、フリートーク。フリートークをね。フリートークでね。合コン技を紹介してもらって。合コンスナイパー桜井さんのチケット取れないらしいからね。嘘、うん。お、取れないらしいよ。すぐ完売するらしいっすよ。マジで？うん。桜井さんが、コンパはこうやるんだって喋るだけだよ。うん。チケット取れないって。嘘。すごくね。求めてんだね、今の。求めてる、求めてる。うん、男たちは。うん。
いや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 。あの、ちょっとさっき、なんか、まるで進行をちょっと自分で、ね、進行してくれたよね。ちょっと感じてくれたみたいなんだけど、ちょっと、ね、あれの友達、ご紹介。してもらいましょうか。ね、はい、してもらいましょうか。はい。さっき、ちらっともう先に出ちゃいましたけど、ミュージシャンではないんですね。そうなんですよ。来週は。ネタバレしちゃった。全然いいんです。全然いいんです。全然いいんです。何シャンなんですか？何シャン？マジシャンじゃない。マジシャンじゃない。マジシャンじゃない。うん。なんだろう、テクニシャン。テクニシャン。テクニシャンではある。テクニシャンだよね。よかった、今テクニシャン出て。出てよかったね。ギリギリだな。俺、朝シャンだったからやめたの。いやいやいや。やめたの弱いなと思って。テクニシャン出てよかった。じゃあ、ちょっと、ゲストを紹介。はい、よろしくお願いします。していただいて。携帯、はい。はい、スピーカーにしてここで喋ることできますか、うん、あ、大丈夫です、はい、先にちょっと紹介、どういう方どういう方なんですか、役者をやってる役者さん、はい、はい、役者さんです、シャンはつかない、役者さん役者さん、うん、ちょっとね、来ました、これですね、かけつつ、その人、その人、そうです、そうです、めっちゃ可愛いじゃん、これでもなんかこんな感じではないんですよ、あ、もっと明るくて、もっと悪そう、もっと悪そうなんですか、もっとなんか綺麗な、あ、もっと綺麗なんだ、その人ドキドキしますね、お名前はみゆか、みゆかさん、みゆかさん、もしもし、お疲れ様です、お疲れ様です、業務的横からすいません、木曜日よりの使者という番組やっております、慎吾と言います、よろしくお願いします、Q です、よろしくお願いします、お願いします、今ちなみに見ていただいてました、今見ておりませんでした、ありがとうございます、ありがとうございます、全然大丈夫です、ありがとうございます、全然大丈夫です、はい、ありがとうございます、話は聞いてますかね、はい、伺っております、あ、ありがとうございます、来週のこの木曜のこの時間なんですけど、はい、スタジオに遊びに来ていただいて少しお話しさせていただくことは可能でしょうか、じゃあ一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ来週の木曜日来てくれるかな。いいとも。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また。ありがとうございます。来週お待ちします。ありがとうございます。電話切ります。すいません。はい。じゃあね。失礼します。じゃあね。また連絡します。手が振ったって見えないから。あ、見えないですか。あ、そっか。あれだね、携帯で喋りながら、あ、すいませんってお辞儀するタイプだね。じゃあねって手振ってたの、携帯に。これ多分伝わるんですよ。伝わるの、伝わるのね。伝わる、伝わる、わかる。結構若い女性。そうですね、僕よりいくつか。で、役者さんで。そうですね。それはどういうあれなんですか、どういう、また、役者さんの、あ、役者さんを目指した時の。そうです。つながりか。ひらめいちゃった、うん、ひらめいちゃった、キューちゃんひらめいちゃった、ひらめいちゃった、あ、なるほど、つながりました、あ、なるほど、役者さんを目指した時の最初のつながりか、そうです、そうか、そうか、もう3年4年代、うん、こうちゃん可愛いよね、おどおどしてね、こうちゃん可愛いって、うん、ありがとうございます、こうちゃんね、なんか兵庫県出身、まあ一応関西で、今日なんかツイッターかなんかで、今日は思う存分べしゃりで滑ってきますみたいなこと言ってたから、多分もうすごい勢いでブワー喋んのかなと思ったら全然喋んねえぞ全然喋んねえぞ、まだ滑ってないよ、大丈夫、あ、ですか、爪痕残してないですねいや、歌は持つ、いやいやいや、まあ、これはこれでちゃんとキャラとしてのね、うん、あと爪痕は残りますけど、ますけどね、うん、なんか俺も滑るぐらい喋りまくんのかなと思ってたら、なんか全然もう、じゃあ普段は喋んじゃないの、ああ、吉祥寺はね、あれで時間かんじゃないの、うん、人見知りタイプ、人見知り、そうなんですよね、だから多分椅子に座るからだろうね、多分地べたにあぐらかかないと多分ダメなのかな、そうですか、そうかそうかそうか、そう、缶ビール途中で飲みながら地べたにあぐらかかないとちょっとスイッチが入らないのかなっていう、ちなみに告知もありますよね、告知は、はい、ね、いろいろと、こうちゃんの告知お願いします、はい、じゃあこうちゃんの、はい、告知、はい、ちょっと、じゃあちょっとお願いします、ちょっと長いんですけど、はい、はい、もう1個目のやつで大丈夫ですね、3月10日、はい、一番近いのが新大田クロッシングっていうところで、今週じゃん、今週です、はい、今週の土曜日、今週なんでね、間に合うかどうか分かんないんですけど、すごい北海道とか滋賀とかいろんなところから、はい、すごい魅力的なアーティストが集まって、あのキャンプっていうのがそのイベント名、ライブ名です、ね、ああ、なるほど、はい、であとはもう
大阪行ったり、うん、吉祥寺北海道とかも帰ってきて、うん、北海道でライブしてまた広島と北九州と福岡ともう全国ツアーじゃん。そうですあ心斎橋のあの名前知ってる。 あ本当ですか。結構有名な、スイカ男、結構有名なとこじゃない。結構そのスイカ男聞き語りではね、よかにせって読むんですけど、うん、僕も最初読めなかったんです。スイカ男だろスイカ男はダメだよね。スイカ男じゃん。スイカ男だ。ザンオールスターズっぽいくなりますね。ああなるほどね。ああなるほどね。で吉祥寺。そうですね。で北海道も行って。で5月は広島から福岡の予定っていうのは。だからあれ、ちなみにキャンプのチケットが欲しい人は、はい、さっきのこうちゃんの、はい、ツイッターのツイッターをアカウントフォローしてもらって、うん、メッセージでチケット欲しいんですけど、木曜日の試合見ましたって言ってくれたら分かりやすいのかな。そうですね、うん、あのコメントでもメッセージでも何でも大丈夫なんです。はい、時間空いてる方いたら ね一番早いので、まあ、東京は、今週ですね、はい、今週の土曜日、はい、次は、来月4月の11日、ホームの吉祥寺でね、はい、あとは大阪、あ、北海道とありますけどね、ぜひ見てる方でちょっとね、行けるところ行ってみてください。はい、お願いします。これはいろんなシンガーさんが出るイベントですか。そうですね、4、5組ぐらい、うんうん、あとはまあこれを送った後に2件決まっちゃったんで、うん、今月あと2回歌うんですけど。ああなるほど、はい、なるほどなるほど。じゃあちょっとまた戻していただいて、はい、はい、もう一度ツイッターの、はい、ありがとうございます、ね、このアカウントフォローしていただいて、はい、メッセージかなんか送ってくれたり、はい、そうですね、まあ、普通にさっき歌かっこよかったんで、かっこよかった、ツイッター多分フォローしてもらって、うん、なんかどこで歌ってますみたいなの言ったら、はい、来てくれる人もいるじゃないですか、まあ、近く通ってれば、うん、俺らなんかこれ2人で9月からこの番組やってると毎週木曜日ね、うん、ずっとあそこにアカウント出してるけど1人もフォロワー増えたことない、増えたこと全然増えない、増えたことない、うん、なんでなんだろうと思うんだけど。バイナリーはどうですかみたいなのばっかり、本当に、うん、バイナリーオプションがどうの、そうそうそう、サイドビジネスどうですかみたいな、そうそうそう、そんなんしか来ない、そんなんばっかり友達、うん、来ますよね、本当に、うん、腹立つよねどういうことなんだろう。まあいっか、今度、まあ、今度飲んで喋ろうそういうやつもそういうやつも、うん、その方が話が早いっつって、話が早いですよ、もう来いよっつって、うんうん、グラスをかわせっつって一回グラスをかわせ俺とっつってこうちゃん静かね、アスカちゃんに言われてますよ、こうちゃん静かって。わ、やめろ、静かとか。喋るぞ。だから多分、アスカちゃんは知ってんだよ。うん。本当のね。こうちゃん、本当のこうちゃんは知ってんだよ、はい。本当のこうちゃんを。あ、でも、アスカちゃんもまだ、あれです、僕の、まだまだ。まあ、こんぐらいしか知らないです。嘘、うん、こんぐらいですか。こんなに、ここ乾杯したら見えるのかな。こんぐらいしか見えるかもしれないです。はい。でエンジンかかって、うん、はけた後は向こうですっげー喋るかも。あ、なるほどね。うるさいって。アスカちゃんが私にも人見知りだっつって言って。あ、そうなんだ。ああ、いや、多分それはアスカちゃんが人見知りしてる。あれ、私にも人見知りってさ、ちょっと上から目線じゃない？アスカちゃん？うん。私にも人見知りって、なんかちょっと上から目線じゃない？そんなことないよ。あんなちっちゃいの店が。上からは見れないよ。そうかな。あ、そう。上から見れないじゃんって。なんで俺がアスカちゃんのことを悪く言ったみたいな。あ、ディスった応援してるとか言っといて。違うじゃん。俺すごい応援者じゃん。すげえ応援してるよね。俺すげえ応援してる。いや、俺もしてるよ。うん。うん、俺もしてる。俺もしてるけど。うん。うん。飲み方も優しいな。うん。うん。してんですよって。してんのに、うん。上から目線。上から目線。身長低いのに。うん。身長関係ない言われてますよね。でも、いや、でもちょっとリスペクトだね。やっぱ俺ちょっとその、最初は役者を目指して出てきて、うん、この4年間の間にギターを練習して、あんだけこう自分で歌をね、作って歌えるようになったってすごいね、なんか。いや、でも僕も。多彩なんじゃないですか、多分。全然です。もう僕もF鳴ってなかったですからね。ビビりました、さっき。嘘。やりながら。嘘。歌でこう。まぁ、ちょっと、まぁ、このギター、まぁ、ずっとここに置きっぱなしのギターだからね。ネックがちょっと反ってるかもしれないけどね。こんなのね。うん。指なんか、ギターなんか、手袖ですよ。うん。わかんないっす、そんなの。嘘。わかんないっす、そんなの。もう、こういう日なの。君が涙を止めない。ほら。リズム感があるね。
ね、うん、全然関係ないですよ、ギターなんか。そうですよ、うん、やってみます、うん、弾ける歌あるんですか。いや、僕はもう全然ギターは全然ダメなんですよ。適当に適当にやってれば、うん、なんか弾いてる風に見えますか。大丈夫ですよ。やっぱりなんないな。庭に出て月明かりで暖かい夜に、それだけできるらしいね。噂では、ね、噂では噂では。でもやっぱさっきも、うん、準備中からもうすごいいい声ですね。俺、はい、俺そんないい声で準備してた。準備中の時からいい声ってすごいよね。何喜んでんだよ。もう褒めないの、こうちゃんも。あいつ褒めるともうどんどん酒飲むから。褒めるとね、今まで咲いたことのない花まで咲くよ。どういうことなの。本当に謎かけやめて、うん、伸びてポッポって咲く。そういうことね。 そっちのね、うんうん、最後愉快です。そう、こんな種じゃなかったのに、この種っていう。いや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 、ね、チューニング現れてます。チューニング、そう、今日ね、本当はね、本当は今までの流れもちゃんと見てくれてたからギターを持ってこようかなと思ったんだけど、はい、この雨なんで今日はちょっとね自分のギターを、はい、ちょっとこう持ってくるのやめたんですよね、うん、ギリギリまで悩んだんですけど ね、まあ、今あるからいいですよ、もう何でも大丈夫ですよ、うん、ですちょっと気づらそうでしたね、やっぱね、うん、慣れ親しんでないから、うん、見てましたもんね、ちょっと原稿高いからね。なそうなの、うん、うん、そうなの、ちょっと高い、そうなの。そうなの。ね、はい、残念ですけど、はい、こうちゃんの時間そろそろ、はい、終わりになってしまいます。すいません、はい、またね、なんかそのイベントで会いましょう。そうですね、多分ね、本当にね、多分やると思う。なんか面白そう、面白、なんかちょっとやりたい、うんうん、木曜日よりの使者プレゼンツ、うん、ね、いや、イベント名木曜日よりの使者でいいじゃないですか。そう、イベント名もね、うん、いいそう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 、はい、なんだそれだっつってみんな、うん、それ絶対いいね、今まで出てくれたゲストばっかりの、うん、で一つのイベントをするっていうね、うん、い絶対いいね、歌あり、こうちゃん割ってたらやだだって、うん、残念だって、やだですか、また会いましょうよ、うん、また会いましょう。木村さん、ありがとうございます。まだ聞きたいって。まだ聞きたい。うん、よかった、うん。というわけでですね、はい、先週のトーマさん、マエンさんからのご紹介で、はい、今週はシンガーソングライター、福永幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。一旦コマーシャルいきましょうか。一旦コマーシャル。はい。3人で、せーの、コマーシャル。池袋東口を出て徒歩5分。ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK。スタジオ内見学 OK。あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル。いやー、こうちゃん。こうちゃん。こうちゃんね、歌うまかったね。うん、歌うまかった。でも緊張してたね、こうちゃん。緊張してたね、こうちゃん、ね。うん、こうちゃん緊張してた。あんなに緊張されるとかえって申し訳ないよね。なんかね、うん、威圧してるみたいだな、俺は。いやいや、なんかそんなさ、だってさ、うん、別に緊張されるほどのさ、うん、ま、番組でもないっていうかさ。そうだね、まあまあ言ったらね。ね。言ったらね。そんな緊張しないで、みたいな、うん、もう、誰が見てるかわかんないんだよ。そんなこともないか。うん、結構わかりますよ。ね。僕もですか？紙袋。え？何が？紙袋2分だよな。うん。僕は それがエントランスさせてあげる。ああ、受付だね。受付だね。受付、受付。ね、受付、うんうん。お前そこから動くなっつって。誠君がさっき Q さんと慎吾さんで、なんかセッションしたらいいんじゃないですかつって、そういうイベントがやるならつって。いや、だから、だって今まで出てくれたあのシンガーさんたちみんなでセッションして、うん、で、うちのエンジニアの斉藤さんもギター弾けるじゃないですか。うまいっすよ。ね、斉藤さんね、ギターうまいっすよ。うん、ギターうまい。はい。で、まあ僕も簡単な。ただ性格が悪いんですよ、あいつ。あ、性格悪い。言うなよ、そういうこと。そういうこと言うなよ。あいつ、すぐ怒るんすよ。来週から名札になっちゃうから、やめてもう。あ、そうかそうか。せっかく俺散々言って、ロゴ、ツイッターのロゴも、追加してもらった。お前だけツイッターロゴ入ってる、うん。うん、ロゴ追加してもらったのに、本当に。本当だ。そうそうそう。
で、僕もちょっと簡単な、あれだったらドラムを叩くので。そうですね。はい、ね、なんかみんなのセッションもなんかやったりとかね。ね、はい、いいじゃないですか。面白そう。オリジナル曲。お作るの？いい、作りましょう。うん。We are the world。全員でね、そう、まあそういうことですよね。いや、そういうことですよね。まあまあそうですよね。うん、はい。途中二人でね、MC やりながら。やりながらね。うん。うん、いいんじゃないですか。ね。うん。面白そう。面白そうですね。はい。では。はいはいはい。もう。クイズにします？クイズ行くの？いや。行かないね。クイズはね、うん、この後です。あ、クイズこの後。はい。今日はですね。はい。なんと。もう一方。はい、もう一方ゲストをお呼びしております。はい。紹介しちゃっていいですかね、もうね。あ、大丈夫ですよ。バーレスクアネックス。はい。やばい。はい。やばいね。はい。あの、V だから。V ね。V だから。V、やばい。下くじゅうり噛むね。うん、そうそう。うん、や、バーレックス、やばいから、はい。セナさん。はい、セナさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。よいしょ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。セナです。セナちゃんだよ。よろしくお願いします。わー、来たー。ケンジさんも喜んでます。そう、ここでね、一応見れるんです。セナーって言ってる人います。うん、え？お客さんがすごい、今日見ますねって言ってくれました。うん、あ、本当？はい。今日見るって言ってくれた。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いきなりコメント、知らない人のコメントが、シューちゃん、マリッコ。あ、シューちゃん。シューちゃん、あ、シューちゃん知ってる。シューちゃん知ってる。お客様です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ね、はい。あの、この、映像には映らないんですけど、はい。すごくいい香りがしますね。本当ですか？俺も思いますと。思った。こっちかなと思ったけど。あ、ほろ酔いの、ほろ酔いの方かなと思ったけど。あ、違います、違います。もう、いい香りがします。本当ですか？はい。鍵に来てください皆さん、はい、みんな鍵に来てね。はい、というわけではい、ね、はじめまして、はじめまして、はじめまして、慎吾と言います、よろしくお願いします。慎吾さん、はい、Q、はい、です、よろしくお願いします。 Q さん、はい、よろしくお願いします。インスタ見ました。はい、はい、ありがとうございます。見ていただいて、はい、まあ、あの、早速なんでちょっと乾杯だけ、はい、はい、じゃあ今日はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます、めっちゃ飲みますね。え、マジですか？いやいや、全然自分のペースで。ご随意に。大丈夫ですか？ご随意に、はいはい、めちゃくちゃ弱いんです、実は。あ、お酒弱いんですか？もうね、弱い人が飲むお酒にエロスを感じてしまうんですよね。嘘。もう、はい、俺なんかもう、はい、弱かろうが強かろうが、飲んでようが飲んでなかろうがエロスを感じるね、俺は。弱いって言ってほしい。あ、なるほど、ね、強くても。なるほど。あ、なるほど。本当は飲めても。そうそう。じゃあ、うん、で、多分セラさん飲め、多分飲めるでしょ、本当に。いや、それはもう今日見てもらって。見てもらって。判断していただいて。あ、わかりました、わかりました。まあ確かにね、私全然楽勝ですって言って飲まれるよりも、いや、私本当にこれ、もうこれだけで顔出ちゃうんですよとか言いながら、うん、ぐーって飲んでくれてる方が、うん、エロスを感じるね。感じます、感じます。うん、感じます、感じます。じゃあ今日はそれを。はい。出せれたら、はい、以前ですね、はい、以前、この同じコーナーの、はい、中で、バーレスク東京の、はい、リオちゃん、リオちゃんにもね、はい、出ていただいたんですけど、まあ、姉妹店、はい、はい、姉妹店のバーレスクアネックスやばい、あのね、同じ六本木ですか、ね、バーレスク、バーレスクがね、もともとね、移転してるんですよ。そう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 、だから本当は今の、なるほど、今のこのやばいの場所がもともとバーレスクなんですよね。そうです、そう、バーレスク東京があったところに、そう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 、去年の9月1日に、ね、オープンして、そうなんですよ。そこから、日卓ビルの地下にバーレスク東京が移転したんですよね。そうなので、あ、そういうことなんですね。はい、これ それぐらいはもう僕ちゃんとリサーチしてます。すごいですね。そうなんです。さすがってちっちゃい声で言わんといて、そっちで。僕リサーチしたことないです。え、じゃあ来てください。はい、やばいにも。いや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 、ぜひ。でもね、あの、僕たちもその一度来ていただいたので、リオさんが、あの、バーレスク東京行ってきたんですよ、この間。え、2人 で, うですか。2人で行きました。はい、はい、もうね、ああ、いや、リオさんが来てくれたから、そうそうそう、行ったんですよ。そう、え、どうでした。もうね、最高でしたね。俺はちょっと、うん、ちょっと後ろで見たいっす。ちょっと後ろ、恥ずかしいっす、もう。あ、じゃあ、あのね、いや、好き、楽しかったですよ。楽しかった、めちゃめちゃ楽しかったですよ。ただ唯一、ただ唯一、あの、一部のその一つの部のショーの流れで、
みんなも一緒に踊りましょうみたいなところが、ああいうのがダメなんですよ。そうそうそう、ああいうのがダメなの。恥ずかしい。だからあの後ろの方にさ、ビップ席みたいなのあるじゃないですか、ね、座るところ、ソファー席みたいな、あそこがいいよ俺。あそこでお酒飲みながらあのショーを見たい。ショーはすっげえよくて、ショーすっげえかっこいいじゃないですか。めちゃめちゃかっこいい。やばいですよ。あれはすごいですよね。アネックスって別館って意味じゃないですか。そうです、うん、やばいは何ですか。やばい、やばいです。やばいです。やばいなんかもうみんなやばいやばいってやってます。あ、ちなみにこれやばいポーズなんで、ね、あ、やばいポーズ、ね、やばいポーズ、ね、親指も立てます。親指ってやばいポーズですね。はい、ワイで作ってますので、はい、皆さん覚えてください。いやでもね、あのバーレスクはやっぱすごい世界ですよね。来てる、面白かったもん。面白かった。あ、出たな。あのね、セナちゃんと柔らかい手をつないでプリクラ撮りたい人はあの気にしないでください。わかりました。毎週毎週来てるんですよ、うん、あの人はね、あの、あ、何 T シャツ、超出し忘れた、あの、うん、お土産を持ってきました。今ね、この話終わったら、シャツに振ろうと思ったら、あっちから指示するんですよ。そう、シャツの話に振れみたいな。うっせえな、ガルガヤガヤガヤし、あれですよ。何なんだガヤ。ちょうど聞こうと思ってたのに。え、出していいですか。お願いします。セナティーです。あ、セナティー。セナティー、かわいい。かわいい。あ、ちゃんとお店のロゴも入って。なんなんですか、セナティーってこれ。これ、ユニクロさんと。ユニクロ？コラボ。え？させていただいて。誰が？バーレスクグループ。マジで？ユニクロで売ってるの？もう今売ってないんで、本当にもうこの2枚しかないんで、それを持ってきました。マジだって、よくさ、いろんなところとコラボしてるユニクロって、ミッキーマウスとか、ワンピースとか、そうですそうですそうです、セナとかってことでしょ。そうです。すごくね。すごいじゃん。すごいよね。すごいじゃん。あれですよ、ルフィ、ミッキーマウス、セナですよ。並んでいいですか。すごい。はい、並んでます、並んでます。すごいじゃないですか。そのうち USJ になんか、セナのアトラクションできるじゃん。マジで、どんなやつですか、それ。だから、観客がずっとお札挟んでくるんですよ。システムが。ずっと美味しいじゃないですか。このお札というのを今日持ってきちゃいました。あ、いいんですか。あ、ちょっとこれ渡していいですか。あ、お願いします。え、これ僕たちがもらっていいんですか。え、いいんですよね。あ、来てくださいって。え、いいんですかこれ。サイズ大丈夫ですかね。サイズはね、多分大丈夫じゃないと思うんだよな。ちなみに、ちなみに僕、WXL です。え、これ L はもう絶対減らないです。ピチピチでも、それ、セナをちょっと伸ばして。すごい。セナティ。え、来てくださいって。来てくれ。本当に来てくれていいんですか。来ますよ、それは。来ます、来ます。来るけどさ。あっちから命令されるとさ、なんかさ、来たくなくなるよな。そうなんだよね。なんか、ね、キロキロキロ。そうなんだよ。いや、切るけど、そっちは飲んでよ、そっち一気して、いっぱい一気してくれたらさ、言うこと聞くからさ。台本なしでやってるからさ。やってるのにね。なあ、そう。あ、なんだ、演出家みたいな。演出家みたいな、ブロンソンがさ、ずっと言ってくれた、ブロンソンが。いやいや、でもせっかくなんで、これちょっと。ありがとうございます。はい、来てきてください。嬉しい。これバーレスクグループの人もいっぱいあるんですけど、え、これはセナバージョンじゃなくていっぱいあるの？セナバージョンとか、まあ、いろんなバージョン、いろんな人のバージョン、他の女の子のバージョンとかもあって、そうなんです。そういうコラボをしたんだ。伸びる、本当ですか。あ、伸びる、さすがユニクロさん。待って、めっちゃ伸びてる。太って見えますよ、多分。あ、いけないことない。待って、めっちゃみちみち。だから言ってるじゃん、俺 WXL だっつってんのにさ。もうこれセナ3つ揃ったらビッグボーナスですよ。ビッグボーナスだ。これもうセナセナセナで。ここで。うん。これでセナ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 で、もうビッグボーナス。ビッグボーナスです、今日は。なんでね。目押し、目押ししないと。はいはいはい。セナ目押ししないと。セナ揃っちゃったよ、つって。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとか。なんかお、なんか、横にありません？なんか自分。もっと真ん中。これ、こんなに私太ってないです、皆さん。あ、真ん中に来た。伸ばしちゃってすいません。ちょっと横に。これです。いや、なんとか 40代の間にこの T シャツを普通に着れるように頑張ろう。でも嬉しいですよ、ありがとうございます。普通に着れるようになるときはさ、もうなんか病気になってるときだよ。あ、そうか、糖尿病とか。もう最後の最後の最後死に際だよ。死に際にセナティ着よう。嘘。お願いします。私もそれは嬉しいです。死に際にすいません、なんか着さつまって。死に際のセナティ。セナティ。いや、でも見とる人がセナティって何よ、どうやって。いや、セナティだよ、お前つって。
でもこれでまたあのちょっとヤバいも行かなきゃいけないですよ。これじゃあぜひ来ていただければと。これを、はい、来てこれ着ていくの、はい、やばい着てきますよこれ。いいですよ着てきてください。え来ましょう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 。えっと来てこれ来て来て、うん、行ったらサインとかしてくれる？ここに。あもちろんしてくれる、うん、全然実際にしてもらう。ど真ん中に本当、うん、これででも俺お前とさ席の気が合わないんだよ。彼は一番前の席に行って、はい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 、俺はもう全然あの真ん前で楽しみたいタイプなんですよ。ガブリつき席ですね。俺は後ろの席で、うん、うーんって見ながらお酒を飲みたいの。あ俺はもうあのもう本当にあの花道のところで楽しみたいタイプ。あーラムエ、うん、もうハイタッチとか来るじゃないですか、うんうん、もうちょっと気まずくてなんかすいませんみたいな感じになっちゃう。えなんか意外ですね。ダメなんです。意外とねシャイなんです、はい、そう意外とシャイなんです。まあ僕もシャイなんですけど、うん、いや僕はもうああいうのはもう前で見なきゃ損だなと思うから。あでもそれは確かに。そうそうそう、もう絶対前で見たいんですよ。気になります。でも、はい、あれでしょ、要はあの踊らされる時間さえなければ。いやいや目が合うのも気まずいの俺。ああそう、ちょっとなんか嘘、目が合うのも。いや、うん、ちなみにこれ語弊がないように言ってきますけど、うん、バーレッスンめっちゃ楽しかったですよ。めっちゃ楽しかった。でショーがやばい、うん、やばい。あの普通の、うん、普通のショーの、そう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 。まあ変な話、僕ら世代ってこうそのキャバクラとかいろんなこう夜の遊びをする過程の中でショーパブっていう一つのジャンルが流行った時代なんですよ。あ、そうなんですか。そこを通ってるんですよね、はい、そんなレベルじゃなかった。そうそうそう。で例えばそのなんか六本木とかあのね、あの辺で、うん、面白いショーとかもやるようなショーパブって言われる、もう本当に毎日ショーだけをやるショーパブっていうのもあれば、はいはい、キャバクラみたいなお店なんだけど途中に一回ショーが入りますよみたいな、はいはい、そういうお店もあったじゃないですか。だからそういうところはまあいくつかこうやっぱり今まで見たことあるんだけど、あのバーレスクはね全く違うんですよね。格段だよね。うん。ショーも遅かったね。そう。女の子もみんな綺麗だしさ。そう。みんな綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗ですよ。セナさんが一番綺麗ですけど、それはそれはそうですよ。それはそうですよ。そうですね。出したり。いいからの、あ、Q さん、関さん、いいから飲んでって言われてるよ。はいはい、飲みますよ。ブロンさんが飲んだら飲むよ。私も飲んだら。いや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 、いっぱい、富野さんね。うん。富野さんは、本店も含めて、うんうん、宣伝部長です。缶中杯が入ってますよ。あ、宣伝部長。宣伝部長。すっごいツイッターで書いてくれる。いつも。ありがとうございます。こちら、松井さん。あ、松井さん。うん、こちら、松井さん。飲んでないな。松井さんも。飲みますよ、こっち。常連さんで、うん、超楽しいですよって書いてくる。超楽しいです。もう僕なんかもうそのそうなあの好きだからもうなんかもう本当にとてつもないアイドルグループと出会ったような感じでだ一番最初はリオちゃんのきっかけで行ったけど、もう見てる間にダメだ、俺一押し決められないわと思ってもう俺自分の押し決められないと思って、ほんで帰って、うん、俺追っかけ気質かもって言って帰りの車で。でも中毒者はすごい増えてます、うん、まあでしょうね。いやでやっぱ女性のファンのお客さんがいっぱいいるっていうのも分かるもんね、うん、あそう女性も来てくれますね。女性がちょっといいですか、はい、もうセナさんが抱えてるのが気になって、うん、気になってしょうがないんでいつ出そうかなってずっと思って、はい、先にちょっといいですか。いいですか、はい、今日そう何なんですかそれ。あのお金ですか。お店でのお札持ってきました。知ってますよ僕。で知ってますよ。これはね行ったのよ、はい、知ってますよ、ね、知ってますよ。お店でね売ってるチップ、はい、今日はちょっと私からおねだりしようかなと思って、はい、10万円分持ってきちゃいました。10万円分10万もまだあります。10万も10万円分持ってきたの。やばい。持ち込み10万円自ら持ってきちゃいました。10万円とりあえず、うん、店外営業なの。とりあえず1万円買いましょう。とりあえずいいですか。わっ男気男気。ちょ待って、何それは そういうことならこっちだってちょっとあれですよ、うん、本当ですか。はい、これが1個で1万円なんですか。これ1玉で1万円です。ゆうさんの男気も見たいな、はい、うんいいっすよもう。ちょっと立て替えといて。いいっすよ。いいっすよ。とりあえず1万円分か、うん、え、いいですか。1万円分か。あんまあ、カバン、俺もせない。お金がない。お金持ってくの忘れてた俺。俺もお金が向こうなんですけど。うん。ありますか。ない。ライターしかないですよね。とにかく、わかりました。今持ってくれば。今持ってくる、うん、じゃなんか、2人でなんか、夫婦漫才みたいなやつ。わかりました。しょうがないな、もう。いや。
でもこれこんだけこんだけ僕らがここでチップを買うってことは、はい、あれですよ、僕がバーレスクに一回行ったから分かるんですけど、うん、こんだけのチップを買うってことは、うん、チップを挟むところがないと、その手渡しではいはいはいってこれ渡さないよ、こんなに。分かってますね、うん、いや、じゃあちょっと握手しに回ってくるぐらいだったらそれはポッと渡せるけど、女ずっと横におんのにこれ毎回毎回こんなん渡さないよ、気持ち悪いやん。見ちゃいますか。いいんですか。ちょっと熱くなってきたし。熱くなってきた。熱くなってきた。そんなこと言われたら俺の方が熱くなってくるけどさ。ちょっとじゃあ、だから買うけど、うん、買うけど挟ませてよ。うん、そうでしょ。だから、だからちょっと挟むとこなかったら、あ、高速買う意味ないでしょそんなの。ほんまやん。脱ぎましょう。お願いします。お願いします。え、本当にここで脱ぎますよ。はい、お願いします。いいんですか。いいんですか言ってた今。いや、俺は言ってないんだけど。いや、ちょっと恥ずかしいですね。あれ今更。え、なんか。俺たちばっかりすいません。なんか僕たちすいません、なんか本当に買って下から脱いじゃった。買ってよかった。とりあえず一枚もらってますね。あ、ありがとうございます。チップいただきました。え、これそしたら一束でしょ。はい。いいんでしょ、ゲットでしょ。うん。うん、ちょっと僕立て替えといてください。言わんと。あ、二枚目いただきました。1個だから、はい、1個でね、うん、これサービス、おー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 おお、やばい、ブルーがちょっと、あ、透けちゃう、透けちゃうね。あ、でもこれ透けちゃうね。透けちゃうのは後ろの背景です透けちゃうなんか色さえでやばいことになってる。すごい、そうそうそう、ちょっとね、このあの合成緑で飛ばしてるんで合成に反応するんですよ ね。合成に反応するんです。ちょっと選択じゃあこれ、私もう一枚着てるんですけど。え、別に、うん、取ってもいいですよ、その上を。下のままの方がいい。下が黒とか。黒。あの黒。このままの方がいい。このままの方がいい。黒だったら、あの反応しない。わあ、ヌーブラ。それまずいっすよ、ヌーブラまずいっすよ。俺ヌーブラ出たら俺も全部買っちゃう。これ全部買っちゃうからダメだよ。でもそんなあんまり誘惑しないですよ、僕らのこと。これ今どうなってるんですかね。これは今、ゲームになってる。いいんじゃない、合成のまんまでいいんじゃない。合成のままで、合成のままでいいですよ。脱げるんですか。うん、じゃあもう一枚脱いじゃあいきますか。チップ入れてあげて、チップチップをね。じゃあ、え、脱ぎますよ。はい、もう一枚脱ぐ前にチップもあった方がいい。あー、そうか。あー、そうだね。ちょっといろいろ聞きたいんだけど、うん、バレス初心者なんでいろいろ聞きたい、まあ、いつも初心者初心者なんでこういうのは一番買うじゃないですか、はい、これごと入れるべきなの、それとも、ああ、それともどう、はいはい、それはこれごと入れられた方が嬉しいじゃないですか。うん、女の子はそれ嬉しいです、ね。それ嬉しいじゃないですか。うん、でも流儀として例えば半分にして入れたら、うん、いやだけどこいつケチだなと思われるんですか。だけどやっぱりあの、うん、ツイッターとかインスタ見てて、うん、あのバケツのやつとかあるでしょ。バケツにバーってチップいっぱいタワーみたいになってんのを、あれ10万円でしょあれ。ね、見てるじゃん。うん、でもああいうのを見てると、うん、やっぱり。これを1枚分買ったら、うん、これをちょっとずつ渡すっていうのは多分いないと思うんだよ、ね、俺2、3枚ずつ入れたいんだけどダメなの、これごといくのこれね、だってこんなにいっぱいあるんですね。これ全部いったらこれ俺ちょっと半分でいくわ。嘘、俺半分でいくわ。半分でいくんですか。半分でいく。俺は半分でいくよ。嘘、うん、嫌だなこの打ち合わせ。いやだってさ、本人目の前にしよう。だってさ、わかんないもん、わかんないんだからさ、うん、なんかちょっとケチ、まあでも、まあでもそうだね。まずはこれを脱がすためのしかもこのたまたまこの合成と被ってしまったっていうアクシデントで、はいはい、うん、まあこれをまあでもそしたらやっぱりこれかな、一束いかないと。だから2人で一束になるじゃん、うん、半分でだって本来脱ぐ予定じゃなかったやつをここで脱がせるわけだよ。もう2万ちゃんかよ、うん、ありがとうございます。じゃあ行きましょう、行きましょう。え、どこがいいですか。え、選べるんですか。おい選べるんですか。結構これもう全然コメント拾えないわ。全然コメントなんて見てる暇がなくなっちゃった。わわわ。そうだよ、ね。量ですよ。ちょっと俺もうちょっと飲んでからでいいですかね。ちょっと飲もうか。ちょっといいですかね。すいません。じゃあ。あ、じゃあ私も。あ、ちょっと。めっちゃ飲む。全部いきます。全部いきます。ありがとうございます。勢いついた。全部いきます。どこがいいですか。僕はじゃあここでここで、うん、ありがとうございます。
僕おっぱいの方がいいな。いいんですよ、いいんですよ、そういうこと言っていいんですよね。いいです、いいです、いいです。いいんですよね。いいですよ、いいですよ、いいですよね。いいです、いいです。すいません、なんか、すいません。ちょいゲスでお願いしますね。すいません、すいません。ちょいゲスで。なんか、今日は。なんか、すいません。超楽しい。そりゃ楽しいよね。超楽しい。そりゃ楽しいよ。だって池袋でさ、うん、池袋で出張バーレスクやってもらったら楽しいよ、そりゃ。そうですね。超楽しい、今の。そりゃそうだよ。池袋に出張バーレスクやってもらったらそりゃ楽しい。行きますか。じゃあちょっといただいたので。はい、ありがとうございます。すいません。ここに挟んで、ちょっとね、そこにね、背景が映っちゃうんですよね。そうなんですよ。そう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 。行きます。そうですね。やっぱり、ヌーブラしますよね、中にね。そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょね。だから俺、その、かさむときに、うん、乳首ツンツンってやるやついるんじゃないかなと思って心配だったんですよ。ああ、なるほどね。お札の端で切れちゃうじゃないですか、乳首が。これツンツンしたら。そんな心配したことなかったです。俺、うん、俺心配したんですよ。だからいいのかなと思って。乳首の心配をしたんだね。そうそうそう。乳首の心配、うん。してるなら安心だ。してるなら安心だ。下はまだ、まあ、下はまだ、座ってれば、座ってればこうなるよね、はい、こうなるね。いやいやいや、というわけでですね、今日はバーレスクアネックスやばいから、やばいから、はい、それやばいね、セナさんに来ていただいてますが、はい、いただいてます、はい、もう大変なことになりますよ。はっきり言ってね、はい、コメントとね、うん、タイム、要するに時間、うん、気にできません、うん、俺はもう無理です。本当だよね。はい、無理です。いや嬉しいですね。いやいやいや、これはね、いっぱい来てる。すごいすごいすごい、うん、せっかくの谷間が、うん、そうですね、はい、せなーっつってしげじいが、あ、しげじー、しげじー、せなーっつって、もっと見たいから2人チップ買って、うんうん、お前、うん、ぜひお願いします。お前が買えやん。そんなもんよ。、うん、あ、でもうちにも、はい、あのバレスク東京さんはバケツなんですけど、うんうん、じゃあお重に入ってるんです。お重。コンセプトが、うん、クールジャパンで、お店のコンセプトが、はいはい、なんでちょっと和ジャパン、なるほどね、和の、なる、和の感じでお重ね、うん、あります。饅頭の下に入れる感じでもいいですか。饅頭、ま、悪いです。越後屋、越後屋それは悪いで、悪いそれは悪い。饅頭の下に饅頭一回売って買ってみる政治家のあのスタイル、はいはいはい、あれとかいいんじゃないですか、うん、なるほど、なるほどね、はい、おかしい。ちょっと飲みましょうか。飲むか、飲みましょう。まあ、全然減ってないですよ、うん、大丈夫ですか。え、じゃあちょっとこれいただきますね。はい、じゃあすみません。うん、お、大丈夫、そんな。ちょっと立て替え、もう一回ます。ありがとうございます。ちょっと俺の分立て替えだそうです。お前の分立て替えたら今日ダンバインで買った分が全部なくなるじゃないか。ちょっと立て替え、じゃあ2つください、2つください、2つください。うわ、ありがとうございます。せっかくダンバインで28年したのによ、お前は全部なくなっちゃうじゃないかよ、お前。立て替えとる、立て替えとる、分かるよ。これ一個頼む、あ、そんなことない、なんでもないです。ください、ください、ください。僕もすぐ取っちゃった、自分で。いやー。いや、嬉しいですね。私こんなにまだ挟まったことないの。そんなことないの？ないない。嘘。あの、なんでぜひ、あの、来てください、お店。行きます、行きますよ、行きますよ、それは。来てくださーい。あのね、俺ね、ほんとね、あの、ちょっと、追っかけ気質あるからやばいんだよ。やばいよね。うん、俺、応援気質あるから。あるよね。俺、応援気質あるからね、やばい、ほんとに。俺はね、ちょっと、うん、ちょっと引いてみるから、うん、あの、もう一声、うん、こちら松井、松井さん、あ、川江の富野さん、松井さん、俺の知ってる松井さんかな、川江も、松井さん知ってますか。知ってます、松井豊でしょ。違うし、下の名前を違うの。欲しいよね、これ。こういうところで、欲しいよね。今度作るか、ヒゲジ木曜日のやつ、木曜日より T シャツ、違う、木曜日よりチップ。あ、で、姫に。そうそうそう。じゃあ、いいよ、姫。姫が今、あ、姫。姫が今、すごい羨ましそうな顔してた。姫半分でいい。姫も欲しいよ。姫半分でいいから。うん。半分ちょっと。半分ちょっと。ダメだよ、挟まないとダメなんだよ。半分。挟ましてくれないとダメなんだよ。違う。挟ましてあげるって。あ、こっちか。そうそう。やりたいんじゃないかなと思って。こっちね。俺姫のこと分かってんだ。あ、なるほどね。私もやりたい。そうそう、やりたいんですよ。そうそうそう。
ほんとね、いい、なんであの姫の世界の人たちは女子が好きなんだろうね。そうだよね、姫の世界の人たちは、ね、女子が好きなんだよね。ありがとうございます。そういや、始まる前もすごい、そう話して、姫も3、4回やってもらって、うん、ね、やってもらってるんですよ。で、一応喋らないんですよ、うん、そうなんですけど、うん、初めて今喋った。嬉しい。あれです、あれです。今日はもともとお店は休みだったんですか？あ、はい。お店はやってますけど、うん、私はお休みで、うん、ありがとうございます。喋ってる間に勝手に挟んじゃいけないんですかね。あ、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。はい。せっかくなんでこれ、こうなんか。あお。バブリー、バブリーですね。こっちゃんのこうしましょう。よしよし。じゃ、いやいや、見ますよ。一番いいんですよ。それ見ますよ、そりゃ。やっと段階に勝って、俺。じゃあ、ステージ降りてきて、ステージから降りてきて握手した感じでいいですか、ね、あ、わかりました。今日もありがとうございました。すごい可愛かった。あ、嬉しいです。めちゃめちゃ可愛かった。ありがとうございます。わーい。はい、またお待ちしてますね。こんな感じです。ああ、いや、これ、散らかしておきましょう、散らかしておきましょう。めっちゃ怒る事件なんです。はい、まあよくあるでしょうね。よくあるでしょうね。そうだよね。バラまく事件です。あの、100円ショップでクリップ売ってるんで、挟みますか？もらった瞬間にパチッてやったりして。ちょっと裏技ね。ぐっと業務的になるよ。そこだけちょっと一瞬。いや、嬉しいですね。ちょっと、関さん3万叩いて。いやだから、じゃあ、うん、ねえよ、俺もうダンバインで俺買った分全部今出してるから俺。じゃあ立て替えてっつって。でいいで、1万円な。1万円だけでいいよ。俺今3万。3万。俺今3万ね。うん。わかりました。ありがとうございます。じゃあ一束いただく。じゃあちょっと下行きますか。そうだね、下。お尻行った方がいいんじゃないの、お尻。俺はね、もともと本当はあの下派なんで。あ、そうなんですか。下派なんで。この辺、やばい、うん、あれなんですよ、うん、お尻結構コンセプトです。あ、お尻コンセプト、お尻先に、そうなんですよ、先に言っといてくださいよ、そういうの。クールジャパンで、うん、はい、言っていいのかな、ふんどしさらしで踊ってます。ふんどしさらし。すいません、ジーパンの脱いでもらっていいですか。脱ぎますか。いや、だってさ、うん、やっぱ立つと消えちゃう、背景と、ね、消えちゃうから重なっちゃうんだよね。そう別に俺がさ、そうやらしい目的で言ってるわけじゃないから、ね、うん、そう、なんかその、うん、そう、演出上関原って言われて。あの皆さん、こんなにセクハラのお店ではないですよ、ね、うん、はい、すいませんいやいや、あのね、ちょっとって言うんですよ、あのそうなんですよ。いやいや、バーレスクをね、知らない人に、はい、あの、バーレスクの棚、ね、誤解されないように、はいはいはい、言いますけど、本当なんかそんなエロス全面のお店じゃないんですよね。本当エンターテインメント全面なんですよね。だから僕さっきから言ってるじゃないですか。うん、だけど、うん、こんな狭いね、うん、スタジオの中で、うん、ね、チップ持たされて、うん、下着の人いたら、そりゃ少しさ、そうだね。なんかそういう気になっちゃうよ。そりゃそうだね。うん、そりゃそうだ。もうダメだ、俺なんか飲もうかな、俺。あ、本当にダメだ、俺やっぱちょっとね、見えない、俺ね、これあんまり、ね、直視できないんだよ俺。あ、じゃあちょっと後ろもうちょっと、後ろもうちょっと、あ、いやー、すごいマイクの、くっそー、この本当にこの辺ですか。あ、その辺、もうちょっとこっちに、もうちょっとこっち、はいはい、はい、あ、いいですね。あ、やばい、いいですね。そこに、はい、挟んで、キュウさん挟んで、え、いいんですか。いいんですかって言った今。じゃあここに。ありがとうございます。いやー、いやー、くそー、俺も飲んじゃうからもう。いやいや、キュウさん飲んだ方がいいよ。飲まないとね、うん、麻痺させられない、その心を。いやいや、本当だね。うん、いや、もうバーレスクはね、ちょっと やっぱすごいね。いや、違うよ。だから、うん、ちなみに、うん、あの、これは楽しみの一つだからね。うん、そう。それ、ショーがメインで。そう。で、その後ご挨拶に皆さんここにお伺いするんで、ほんで俺びっくりしたんだけど、うん、この間も言ったんだけど、はい、あのスタッフの人、おスタッフの人がね、すげえいい。あのね、
まあそう、スタッフの人もいいんだけど、うん、あの本当にあの演者もいいし、働いてる人もみんなのね、あのね、連携感がすごいよね。そう、はい、連携チームワークで一つのエンターテインメントがちゃんとできてんなっていう、すごい感じたもんね。よっぽど社長が怖いんじゃないですか。ああ、いや、みんな社長が、ね、楽しい人たちなんで、楽しい人たちなんですか。自然に、はい、自然にやめる。いや、でもあの教育はすごいと思う、うん、だって僕行ってすぐお酒こぼしちゃったんですよ。嫌な顔一つしなかったね、うん、あ、新しい差し替え、差し替えますよっつって、うん、乾いたおしぼりと濡れたおしぼり、あったかいおしぼりと、うん、バババババってきてささっと拭いて、あれすごかった。なんか俺すごいなと思って、居酒屋であれやられたら、うん、ビビるじゃないですか、うん、まあ絶対ないじゃないですか、うん、バーレスクすげえなと思って。で、あのショーの間もね、こう黒子さんたちが次のショー、次のショーの準備をバーっとこうしながらね。いや、すごいですよ。なんかやばい、もう、うん、大道具を最近すごいいっぱい導入してるんですけど、うん、もう黒子たちのプロさがやばい。すごいですよね。俺めっちゃ黒子さんすごいっすよね。すごかった。俺そういう目で楽しむのもありだと思う。黒子すげえみたいな。そうそうそう。あれはね、みんなで本当にちゃんと一つのエンターテインメントが作られてた。そうでしょ、うん、で、これ言っていいのかな、ちょっとエロいというか、うん、シーンもあるじゃないですか、はいはいはい、その少しエロいシーンがあるじゃないですか、あれを動画で撮ろうとする人がいて、はいはいはい、それを注意しているスタッフを見たんですよ僕、うん、すげえ嫌味ないの、うん、そうそうそう、もうなんか怒られたらなんでうるせえなってなるじゃないですか。だけど特に俺たちも、俺たちやってないよ。いや、俺たちもね、俺たちも一回止められたの。写真を、あ、うん、あれだよね、撮っていい演目撮っちゃいけない。そうそうそう、演目あるじゃないですか。で、その常連さんは知ってるんだけど、常連さんはみんな知ってるけど、俺ら初めて行ったから分かんないじゃん。うんうん、だけどまあ俺らも別に素人だけど素人じゃない部分があるから、はいはい、だ多分、あ、そうか、こういうことかと思って、これは多分ダメなんだろうなっていう、いちごさんのショーね。で、あ、酔っ払ったサラリーマンが、うん、結構な、うん、あれ、近場でこう、撮ろうとしてるところを、うん、そのスタッフの人が止めるんだけど、うん、俺横で聞いてその人の気持ちになって聞いてたんだけど、うん、全然頭に。そう、全然ね。頭に来ない。そう。申し訳ございませんみたいな感じで来てくれるから、ああ、そうなんでごめんねってこっちも言えるみたいな。うん、そう。撮るなよみたいなこと言われたら、うん、いや、まあ、そんな言い方しないでしょうけど、うん、でも。んでね、またね、必要以上に説明しないところがまたいいんだよ。そうだね、最初にね。このショー、言わないもんね。このショーは、このショーはダメですとか、こういう系統のショーはダメですとか、うんうんうん、そういうこと細かい説明をしないところがいい。うん、もうちょっと待って。俺、セナさんが来たからって、うん、バレスクのいいとこばっかり言ってない、俺。言ってる。俺、バレスクの人なんじゃないの？あれ？もう、俺、バレスクの人なんじゃないですか？通ってる、一回しか行ってませんよ、まだ。俺なんかもしかしたらバーレスキューかもしれないよ。バーレスキュー。うん、あれキューって言うんですかね、バーレスキュー。キューさん、バーレスキューさんの曲。なんか、あれですね。酔ってきたっすね。酔ってきた。はい。いや、まだありますよ。うん、ほら、こんなに。だからそれ、うん、あれでいいっすか？何ですか？お？後ででいいっすか？全然、今もう手持ちが。マジで？はい。全然、後で。普段お店はダメですよね、つけはね。あ、それはダメです。それはダメです。でも今はいいですか、うん、今なら。今なら。じゃあちょっと2つばかりちょっと、2点ほど。じゃあ、後でちゃんといただくということで。はい、はい、はい、すいません。はい。はい。じゃあ。ぶるまいですね、今日は。あ、じゃあ。立て替えて。そう。でもね、これね、今ね、俺たちこんな真横で大サービスしてもらってるから、こういうね、チップの出し方してるけど、これね、1枚100円なんですよね。200円かな？100円か。1枚100円なの。これね、1枚100円なんですよ。ほんで、ショーも一部のショーを見るのに、5000円ぐらいでしょ？そのぐらいですね。1人。安いんですよね。ね。うん、俺、1枚1枚入れたいな。1枚1枚。100回楽しめるじゃん。いやいや、まあ、そうだよ。そうだけど。でもさ、隣の人が10枚入れてるの見たらさ、うん、20枚入れてるのなるもんね。うんうん、そう。でも、10枚入れても1000円だからね。すごく渡してるのが気になるけど、10枚入れても1000円じゃん。それ考えたらね、だからね、すごくいいシステムっていうかね、うん、もうなんか、その辺のね、席変わるたびにね、毎回同じこと聞いてくるキャバクラとか行くそうだね、よっぽど、だって1万円で十分楽しめて、そう、意外と
なんか高くてイメージが強いらしいんですけど、うん、バーレスクって、うん、あだからそれりょうさんに教えてもらったっすよ。あ本当ですか。そんな遠くないですよ。そうそうなんですよ。そうそうそう、だから俺行ってねそれがね分かった、あなるほどな、いいシステムだなこれと思って来たら分かります。そうATM に走ってバカやろお前こっからお前放送中に ATM 走ってお前バカやろ。セナちゃん二人にもっと飲ませてた、飲んでください。予約すると5枚ついてきますだって。あそうです。セナちゃん二人にもっと飲ませてって言ってるやつあれ多分この辺にいるやつだあれそうですね。斉藤さんじゃないですかうちの斉藤さん、うん、バーレスキュー、うんバーレスキューをブロンソンが拾ってくれたね。うん、バーレスキューね。え、ちなみにセナちゃんはあのバーレスキューで働いてどれぐらいなんですか。あでも私あのお店自体が9月1日にオープンで、うん、そのオープニングからなんで半年ですね。ああなるほど。でもね、俺はもうちょっと追っかけキスがあるから。もうその前回バーレスク東京行ったのをきっかけに何人かツイッターとかもちょっとフォローしたりとかしていろいろ見てるんだけど、あのまたねそのね人間関係女の子同士のドラマというかな、まあ、この人はすごく入った時からすごく優しくしてくれたお姉さんとかそのお姉さんが卒業しますよとかなんかもうそういうねそういうすごくそのチームのねドラマがねすごくあるんですよ。そう大丈夫ですか。なんでその冷めた顔するなんかすごい冷めてましたよね。俺はもう俺も表向きでいいや。嘘その背景まではいいや。俺なんかこの間一緒に行ったじゃん。行ったその一緒に行ったのも僕普段名古屋にいるんですよ、うん、あそうなんですか。でこの番組の毎週木曜日この放送のためだけに毎週名古屋から来てるんですよ。わお。だからバーレスクに行けるのも木曜日しかないからだからこの放送の前に2人で行ったんですよ。行ったんですよ。で放送終わって寝床に戻って、で、たまたま、パッてインスタ開いたら、バーレス東京のアリスちゃんが、インスタライブをやってたんで、俺ライブ、全部終わるまで最後まで見てたよ、ね、俺。何回、さすがすぎる。どういうことなの僕今日行きました、つって。コメント今日行きました、つって、コメントして。なんだよ。もう本当に。でも歌ってるショーもかっこよかった。僕も歌好きなんで、リリーさんかな。あ、リリーさん。リリーさんが、歌を歌ってて。で、またリリーさんもなんかツイッターでフォローして、で、今日はボイストレーニングとか、今日は出勤前にボイストレーニングとか見て、うん、やっぱり努力してんだな、みたいな。してるよ。もう。あのショーは努力しねえと無理だよ。俺、まあまあバーレスクにやられてる。やられてるよ、ね。まんまと。うん、まんまとやられてる、本当に。ぜひやばいもん来てください。いややばいもん僕も全然違う演目はやってるんですよ。っていうかね行きます。本当に行きます。はい、来てください。いやいやそれはね行かなきゃダメですよ。僕は行きます。そりゃ名古屋からやばいにようかさこれ持って帰ってそう行くときに挟もうかな今日買っといて今日あ全然それでも嘘です。今日買ったものを今日使います。もう嬉しいですね。もう今日すごいよ時間が。コメントもささっきからさ、慎吾さん ATM 走れとかね。そう一番さすっごいあざできるんですよなぜか。えこれあるあるです。あざあざがいいよいいよ。すごいできる。姫にやらせない。俺も飲むよ。これ私も飲まないけどね。私結構今もう顔赤いですもん。伝わる？いやだって一杯しか飲んでないですよ。さっき飲んできましたよ。本当に弱いですね。本当に弱いとエロいですね。え？本当に弱いとエロい。いやいやいや。弱されてますもん。いいんですかね。ちょっと。写真とかで見ると、うん、一見ちょっときつめな感じ。怖いのかな、怖い人かな。そう、ちょっときつい感じに。やっぱそうなんですか。見える。いや、見えます見えます。見える。え、思ったより超柔らかいというか。そう、それがすごく柔らかいから余計なんか甘えん坊出ちゃう。甘えん坊出ちゃうんだ。それは勝手な性格なんだけど。そうそうそう、勝手な俺の性格なんだけど。もうそうでしょ。うん、甘えん坊出ちゃう。なんかすいません。なんかすいません。いや、こっちこそすいません。あと、挟んでいいとこってどこなんですか？え、基本は、お尻。そうですね。
まあ、普段のお店だったら無理だけど、普段のお店だったらそのまま動いて、そのまま動いて無理だから、うん、またね、他のお客さんのところも回ったりするから無理だけど、今日は別にここにずっといるだけだから、うん、ここにずっと挟んどくこともできるんじゃないですか。入るかな？自分でちょっと、自分でちょっとこう、ちょっとこうやってやっとけばずっとは、そこに挟んどく。こうやっとけばいい？僕ね、あの、ちなみにあそこにも名前出てますけど、あの、はい、本名なんですけど、谷間太陽って言うんですよ。僕。今気づきました。谷間太陽って言うんです。え？ってことは？ってことは？僕はやっぱ谷間行かないとダメだと思うんですよ。あ、なるほどね。でも私、お客さんで何人かいらっしゃいます、ここの。谷間がいいっていう人？ここに。あ、そうですか？はい。こんなの大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。あ、いいです、いいですか？言っとく、言っとく。でも、ちょっと一回開いた方がいいと思う。その前に。なんか、はい。もう、俺は体には触れられないから、ね。入るかな？挟んで、挟んで。こういった。どうそう、もうこっから動けなくなる。グラス持てなくなるんですよ、お前。あ、そうか。じゃあ、やっぱり違うとこ挟もう。うん、どこ行こうかな。どこ行きますか？いいんじゃないさすが。じゃあ、後ろ見てもらっていいですか？背中でもいいじゃないですか。やっぱり。はい。はい、うん。じゃあ僕バランス取るためにこっち行っていいですか。あ、大丈夫です。こっちにもあるんで。これ一つ約束があって、はい、女の子が自分で開くんです。そうそうそう。なるほど、自分でやっちゃダメなんですね。そうなんです。あ、それはそうですね。はい。もうブロンソン後でぶっ飛ばすわ、あいつ俺。じゃあ俺あれさっきからよ、肩甲骨行こうよ。肩甲骨、ね、何フェチなんだよお前。肩甲骨この辺ですか。うん、うん、その辺。あ、なるほどね。このままあ、どうで下に突き抜けたい。下、うん、そう入った。あ、下に突き抜けたい、突き抜けたい、肩甲骨。そうそうそう、親指。あ、そうそう。全然見えない。ああ、いいですね。いいですね。ああ、いいですね。ありがとうございます。はい、あざーす。ありがとうございます。あざーす。ありがとうございます。いやー、バリエスクメ。バリエスクメ。バリエスクメです。あんな楽しいもん作りやがって。ほんと。社長だぜ、社長。いや、またね、あのね、またあの、ショーのね、ショーの構成とかね。あ、ショーの構成もよかったね。瀬取りもね、瀬取りもいいし。あ、瀬取りもよかった。売ったもんうまいしな。そうそう。んで、男性がお客さんをバーッと巻き込みながらやってる間に、また次のこう空気にしていくショーもあったりとか。知ってる知ってる知ってる、ね、知ってる。すごい。見たもん、見たもん。めっちゃ楽しんでるじゃないですか。そう、俺はね。いや、俺も、じゃあ俺だって見てますよ。うん。見てるけど、なんていうのかな。そんな被りつけないんですよ。そう、彼はね、そうなんです。ちょっとシャイで。そのめちゃめちゃガーって被りついてる自分を見られるのも嫌だし、その間、その、どこを見てっていいかがよくわかんないから、俺なんかもうポールダンスの時からもうガーン見てるから、もう。俺ポールダンスもちょっと、ダメだ俺。いやいやいや。あんな近くで、うん。あんなお尻見たらもう俺もちょっともう、なんか、ダメだ俺。嘘。うん、ダメだ。恥ずかしい。あ、そう。全然。やっぱ後ろの席がいいわ。あの、後ろの席はいくらぐらいプラスなんですか、あれ、なるんですか、ソファーの席は。6000プラスなんですか。え、1000円プラス？もう絶対後ろがいいよ、はい、俺。あそこで行こう、俺絶対行く。俺、なんかずっと、まあ視野に入るから気になってたんだけど、初めて聞くけど、あの人社長？社長め あんな楽しいもん作りやがって。やばいの、社長め。やばいの。あの人、あれ、亀梨君のファイナルカットで、あの、ワイドショーの司会やってる人じゃないの？違う？なんか。社長。悪徳司会やってる人じゃない。社長意外とかっこいいんだね。うん。イケメンです。イケメンで社長で。くそー。腹立つな、あいつ。社長って来てる。富野さんって。バイス名前やばいる社長ね。くそー。ちなみになんか、あの、告知があるとか。あ、あります。ないとか。うん、あのですね。はい。3月31日に、はい。あの、先ほどのバーレスク東京姉妹店のバーレスク東京さんと、はい。はい、バーレスクやばい、私たちのバーレスクやばいと、はい、もう一個系列でね、パーティーオンっていう、はい、あのボックスディスコっていう新しいクラブ、はい、新しい形のクラブがあるんですけど、はい、その3店舗合同で、はい、バブレスクっていう、バブレスク、バブレスクイベントを3店舗合同で、はい、あ、出た、こっちこれですね、はい、はい、やるので、エイベックスって書いてあるよ、あの、うん、エイベックスさんとコラボを今回、うん、
バブレスク東京さんがコラボしてバブレスクっていうのを出すんですけど、はい、それのイベントで曲を ABEX から出してるってこと？曲？それイベント時代どういうイベントなんですか？なんか90年代の、うん、あバブルの、そうバブル時代の音楽とかを、うん、そういうことか、平野ノラとか呼んで俺基本えでもなんかアーティストさんがすごいいっぱい出ますあそういうことね、はい、そういうバブレスクね、そうバブルバブル、あなんか俺基本的にあのベッドの上ではバブバブタイプなんでそっちかよ、でも俺泡パーティーの方かと思った、俺は泡パーティーの方か、泡パーティーの方かと思ってたよ俺はもうバブリーです、バブリー、バブバブバブリー、バカじゃねえのお前もうバブってもういいから飲めよお前、もううるさいな、もうバブって聞いた瞬間に俺甘えん坊出ちゃうかなと思った、そっちかよはい、こちらやるんでぜひチョップさん歌うの？バブレスクで？マジで？あ、なんかチョップさん曲げてたな。チョップさんそんなこと一個も言ってないよ。まあいっか。ハンゴルブロンソンと喋ってんだよ。あいつさ、あっちから喋りかけてくるんだよ。普通に。軽く見てんな。ブロンソンでしょ？うん、放送を軽く見てる。放送を軽く見てるな、あいつな。うん、あいつ、師匠。あとで、あとでぶっ飛ばさないです、やっぱり。あマンさん。マンさん、マンさん、マンさん、チンさん、マンさん、しっかり宣伝して、はい、しっかりします、ちょっと今、うん、その3店舗で3店舗、はい、合同でやります、合同でっていうか同時にやるってこと？あ、そうです、同時開催ですね、同時開催だから、その全部の箱で、その時はその3店舗どこ行ってもバブレスクをやってる。あ、そうです。じゃあ何、こういうタグみたいな巻いてどこでも入れるみたいな、3店なんかフェスみたいな感じのやつ。それは違います。後ほど詳細が、ね、あの SNS で出ます。それね、あのヤバイは、うん、通常は6時半から開いて、うん、1時半で終わっちゃうんですけど、うん、その日だけ朝まで、うん、あのオドゲーナイトっていう、うん、いつも一緒に踊る、うん、オドゲーの時間があるじゃないですか、ショータイム、うん、きれいよ、あれを俺超苦手あれを深夜中ずっとやります、うんうん、マジか、それはいかない、深夜中、はい、もうそれはもうクラブみたいな、ね、それはやだわ、特別営業するので、あのバーレスクとか行った後にもう来ていただければと、うん、セナさん少し、うん、普段、うん、聞けないことも突っ込んだりしてもいいですか？あ、いい、要するにそのお客さんも来てるじゃないですか、うん、あの見に来てるじゃないですか、うん、でもバーレスクで見てるセナさんと、そう、何かやっぱりね、ちょっと違う、一つプラスあげたいんですよ、うん、例えば、うん、どんな男性がタイプなんですか、うん、どんな男性、例えばね、うん、はい、チップが必要ですチ、うん、質問だから、分かった買うからさ質問にはチップが必要です、もう買いますけど、ね、俺いくつだっけ、さっき1、2個やったっけ、さっき2借りました、2借りた、俺2、うん、もういいっすよ、もう次行きましょう、3ね、3ね、これ3ね、3ね、もう楽しいなもう社長、もう楽しいの作るんじゃないよ、もう、じゃあどこがいいんですか、いいっすよ、だから僕目的はこれ番組のために言ってんだぜ、この辺、そこいいんですか、いいんですか、すいません、なんかすいません、うわ、いいんですか、ちゃんと履いてますよ、はい、ありがとうございます、なんかすいません、はい、なんだっけ、聞いてもいいですよねはい、大丈夫です、はい、だからセナさん情報を少し聞き出したいじゃないですか、うん、まあ、確かに、だからセナさんのことを知ってる、普段聞けないですよね、セナちゃんを知ってるセナちゃんのファンがこの放送を見て、せっかく見てるわけですから、この放送を見てよかったな、いつもお店で見てるセナちゃんと何も変わらなかったら、うん、意味ないもんね、やっぱそこを俺たち引き出さないと、恥ずかしい、ちょっとのも、うん、これはやっぱこれ見ないと見れなかったな、そう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 、知れなかったなっていうね、知らなかったなっていう、はい、うん、だからあれですかね、うん、だからそのスリーサイズ聞いたっていいし、うん、だからじゃあ、じゃあ僕今挟んだんだ、僕決めますよ、うん、そうでしょ、そうでしょ、いいでしょ、決めて、いいでしょ、いいですよ、だから好きな男性のタイプはどんな感じの人ですか、好きな男性ですか、はい、ほらくださいっつって、うん、そうだそうだっつって、そりゃそうだっつって、そりゃそうだね、うん、好きな男性のタイプですか、うん、はい、包容力のある人、僕ってことでよろしいですか、
ミスター包容力。ミスター包容力。はい、はい、うん、俺の肉布団で寝てみ、うん、はい。あ、それはだから、見た目の包容力ね。あ、そうそう。見た目の包容力。霜降りっすよ。霜降り。美味しそう、うん。そうなんですよ。はい。違います。こんなこと言いたかったんじゃないですか。包容力のある人、はい、うん、あ、どっちが好きって、何がですか。オラも肉好きいいよ。富野さん仲良くなれそうだね。富野さん仲良くなれそうだね。富野さん、富野さん、え、包容力あるっていうのはその、うん、どういう感じ。なんか、まあ、家帰るじゃないですか、うん、あ、もう付き合ってる設定、うん、はいはい、しかも同棲してるね。違う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 時間が来て帰るときに、はいはい、どっちがいいか選んでってくださいね。お二人のですか。そうです、そうです。あ、わかりました、はい、決めときます、ね、僕はあれですよ、はい、だったら俺バブバブの話しなかったし、だったら俺ベッドの上でバブバブの話しなかったし、そんなこと言うなら俺だってそこに挟まなかったよ。それやらしい人だと思われるじゃない。もっと俺だって背中の健康の時に言ってたよって。そんなこと言うと俺だってそうだよ。お前地雷踏んだわ。バブバブバブ俺バブバブチップで挽回。チップで挽回。ほらまだあいつらよ、ここにあります。でも今な言ったら8万円を使って、ちょっとちょっと立て替えてください。立て替えて、でもう最後2つね、うん、最後2つね、あ、最後2つも3が5になりました。はい、はい、い今ここに5でしょ。5あって、うん、あ、じゃあ5借りてるね。今5借りてる。5でしょ。そうですね、5借りてる、うん。二人とも必死かって言われてるぞ。しっしょー、いやどっちが包容力あるんですか。いや、包容力圧倒的に僕がありますよ。え、その僕ちなみにアドバイスとかしないです、実は。え、しないけど、うん、そうだったんだ、包む、そうだったんだっつって、大変だったねって、あの一緒に共感してあげるタイプです。でもちゃんとセラちゃんが、ちゃんとセラちゃんが仕事終わって帰ってくるまで起きてられる。あ、そこ結構私遅いですよ。寝るけど起きる。本当？うん。話ちゃんと聞ける？超聞く。いや、だってセナちゃんだよ。うん、聞くよ。聞くちゃんと。聞く。私結構長いですよ、帰ってきてから話すの。大丈夫ですか？一杯やってもいいですか？もちろん全然そこ。そうですよ。やりますよ。アピール合戦、アピール合戦、笑うな、かわせ、うん、俺はね、すっごい聞くよ、話。しげじいが、うん、セナ好きやでーだ。しげじい、うん、もうしげじい。しげじい。しげじいも名古屋ですよ。うん、しげじいは。言っていいのか。うん、あ、しげじい名古屋なの？嘘。嘘。地方から来てくれます。嘘、しげじい。こちら松井さんがね、俺のことね、ジャグラーだと思ってるんですよ。シンゴさん、ゴーゴー言って。うん。誰がペカリやねん。こちら、松井さんね、ぜひ来週も見てください。うん、お願いします。話気に入った、俺。いやー。いやね、時間がね、うん、結構経った？そうなんですよ。まちゃこ。そうだよ。押してるもんですから。あらまあ。でも、あれ？あ、ごめん。全然大丈夫です。なんか質問、あ、大丈夫ですか？なんだよお前。でもあれだよ、なんかね、ツンデレがモテるらしいよ。男？俺聞いたこないだ。あ、でも男のツンデレが、男のツンデレがだから、わ、うん、かります。それはね、それは可愛らしい、うん、イケメンの僕ちゃんがやるからモテるんだよ。俺らそんな40過ぎたおっさんがツンデレやったって、うんうん、ツーの瞬間にもう連絡取れなくなっちゃうよ。もうツーしたら連絡誰も返してくれなくなっちゃうよ、うん、もうなんだあのおっさん。マジで、うん、お前ふざけんなよ、お前そんな人前で腫れ出して。これでも来たぞ。これ絶対違う。違う？それはこれツンデレじゃないの？ツンデレじゃない。これツンデレじゃないの？それはツンデレじゃない。ツンデレじゃないの？あ、ツンデレ、わかんないよ。ツンデレって違うの？私の、それはただのわびさび。わ、ええー、それはただのわびさび。ツンデレじゃないのこれ？それはツンデレじゃない。
知らなかった俺。一回にツンと出れ、一緒にやろうとしたらダメだよ。ダメなの、うん、じゃあ俺ダメだった俺、うん。なんか二人の時に出れってしてるけど、うん、なんか周りに人がいるとちょっとツンってしてるの。そうそうそう。そっちね。そう。ツンの時、出れの時でツン出れだから。そっち一瞬で切り替えたらいい。ツンからのデレとかじゃないから。ダメなの？うん、ダメ。それはわびさびただ。難しいな、ツンデレって。ツンデレって難しいな。シンゴアピールタイム。チキショー。チキショー。もうでも、俺はもう、もうさっきバレちゃったから、何をかっこつけたってもうかっこつかないからもう先に言ってバレちゃったから、うん、俺は実はバブバブなんです、うん、えバブバブって、うん、甘える的な甘えるやつだね。あ、なるほど。僕はそんなことしないですよ。本当ですか。もうだけど違う、だけどずっとだから、まあ、ツンデレで言うんだったら、うん、ずっと甘えてるわけじゃないよ俺も。ああツンのツンタイムもあるんだ。そう、ツンっていうかやっぱりその TT ツンタイムね、男として男としてやっぱりこう引っ張っていく時もあれば、まあ、あんのあんのね、あれば、俺あくまでもバブは愛情表現だ、愛情表現だよ。不毛、え不毛。あそう、俺たちのこの戦いやめよう、一回やめよう、やめよう。おい思った、ね、不毛。じゃあ結局ね、こいつらに踊らされてんだ俺。そうでしょ、ツンバブ、バーレスクとツンバブ、バーレスクとこいつら、誰がツンバブじゃん。誰がツンバブやねん。やめとけよツンバブ。してあげるタイプかしてほしいタイプかで決まる。あーなるほどね。何わかんねえ、難しい。だから具体的に言ってくれる？でもね、俺はもう大体分かっちゃうよ。分かっちゃう？うん。セナちゃんはね、すごく尽くしちゃうタイプ。本当？うん。どうすか？うん。めっちゃ言われる。うん、ってことは違うんじゃない？あんまり言いたくない。ってことは違うんじゃないの？違う違う。言われるってことは違うんじゃないの？あ、私外さないので。あ、聞いたことある。聞いたことある。もうそのセリフ聞いたことある。嘘、オリジナルなんだけどな。オリジナル？聞いたことあるよ。本当？民放で。本当？民放で。こういう番組じゃなくて、俺らみたいな番組じゃなくて、民放で見たことある。うん。もう俺はもう大体もう見えちゃう、分かっちゃう。本当ですか？うん。セネちゃんはね、だいぶ尽くしちゃうタイプなんだよね。うん、バーレスク東京、バーレスクグループの中で、うん、尊敬してる人とかいます？そのなんかこの人好きとか。あでも私この人に頭上がんないとか。はじ何社長抜きだよ。社長抜き。社長それは。えでもダンサーさん。そう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 。社長それはもう給料払ってんだからそれは好きだよ。それはそうだよ。でもこの世界に入ろうと思ったのは、はい、バレスク東京のいちごさんの、うん、いちごさん。いちごさん。いちご姉さんね。はい。わかりますか。わ、うん、かりますもちろん。わ、はい、かんないです僕は。のまあ、映像で見た。写真撮っちゃいけない写真撮っちゃいけないショーをやってた時のあのいちごさん。リンゴ姉さんならしてる。うん、リンゴ姉さん。それはどうもありがとうだ。いちご姉さん。鼻がだったね今。ごめんごめんごめん。うん、です。あそうなんですね。の映像を見て、うん、あショーなんか。なんだろう、ちょっとイメージがらって変わりました、うん、ショークラブって綺麗もんね、あの人もね、あの人も綺麗し、すごいです。みんなから、うん、みんなからっていうかこうちょっと今いじられキャラのポジションにいるのかな、もう女の子じゃなくなりましたねみたいな女性な、うん、こうね、あの司会から、うんね、女の子じゃないよねもうっていうって言われながらも、でもすごいあの綺麗なショーをやって、いやもう本当にすごい、うん、てかもう皆さんすごいんですけど、うん、なんかきっかけだったんで、僕も入ってました今、皆さんの中に入ってました。いやダンサーさんじゃないですよ、ね、目見て言うから、俺も入ってんだから。ああそうかそうか、入ってないですか。ごめんなさい、入ってないです。はい、皆さんすごいですよね。あいちごって来てる、いちごさん、いちごさんね、もう本当カリスマです。うん、いちごさん僕もあのフォローしてます。私もしてます。はい、セナさんお願いがあるんですけど、これ朝の5時まで放送していいですか。マジで見る人いますか。大丈夫ですか。だマジでもうだって終われないもん俺よこれじゃあ。嘘。そうなんですよ。確かにね、うん、もうちょっとだって普段1時間番組なんですよ、うん、12時まで。そう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 。で今日は、うんうん、今日はゲストいるから、うん、ゲスト2名いるから12時半までにしようっつって、うん、12時半までですよ延長バージョンなんですよ。
今日。12時半までの。12時半前だったんですか？本当はね。本当はね。12時半全体でね、うん、この後ね、20分ぐらいあるんですよ。ああ、なるほど。しかもね、本当はね、本当は2名のゲストで1名ずつ30分30分で、あ、やば。その後なんかクイズのコーナーがあったりとか、あ、なる、ごめんなさい。そう、いろいろあったんだけど、もう完全にこれはね、ちょっとね。これはね、延長。うん。チップ。チップって、俺にチップくれよだから延長するんだからさ。うん。ブロンさんあいつよ。はあ、ブロンソン、すぐ言うんだ、あいつ、ブロンソン。残りチップ挟まないのって聞きますよ。挟むよ。挟むけど、うん。挟むけど。それ挟むし。それは、めっちゃ寂しいんですけど。うん、俺、ここまで来てね、一枚ずつにしようかなと思い。朝の5時までだね。ここまで来て、もう一枚ずつにしようかなと思ったの。瀬名さん好きで、見てる方に、俺は、クイズやるよ。この後クイズやる。なるほどね。クイズやる。うん。瀬名さん好きで見てる人にどこに挟んだりか聞きます、僕は。おぉ、どこに挟んだりですか、うん、次は。まあ、次はとか。あなたたちの代わりにね。代わりに僕が挟みます。うん、最後今ここでできないあなたたちの代わりに俺たちが挟みます。最後、どこで挟んだら良いですか？うん。いやいや、タイムラグあるから。うん。口渡し。T の縦。一枚。すごいな。T の縦のとこ。ああ、なるほどね。うん、T の縦ね。あの、うん、松井さん、うまい。お尻の下の方から。ああ。ケツ。あいつらね。生レスク。生レスク良い。今コメントしてるの、瀬名さんファンじゃねえぞ、あいつら。下乳、ああ、下乳ね。下から挟むってこと？下乳、ね。それはダメなんじゃないの？いや、だから、あ、いや、でも、俺が開けなきゃいいんでしょ？大丈夫、開けてもらって行けばいいんじゃないの、ほんと、うん、僕下地行きます、下地タン。くぼっちはね、尻肉、肉あ肉尻に挟むってことかな、うん、いっぱい行くのね、ちょっとまたはね、ノーになったことないね、あ、ノーじゃない、脇だ、ノーノーには挟めるよ、脇だった。じゃあ僕先に下地行きます、行きますか、はい、もうあれだね、本当に徹底的に上派だね、はい、これでいいですかね、徹底的に上派だよね、はい、すいません、話します、はい、うん、はい、じゃあ OK です、イエーイ、いただきました、これ俺しか楽しくない。俺はもう楽しかった、あ、もうあの慎吾さんは徹底的に上派ですね、あ、そうです、おっぱいが好きです、うん、僕はもう徹底的に下派なんで、女の子の体で一番好きなとこで慎吾てめえって言って言われたの、言われたの、怒られた、怒られた、それは怒られるよね、それは怒られる、すいません、なんかすいません、あ、おっぱい、めっちゃ怒ってるじゃん、まあ、本当はこれ、まあ、今日はできないですけど、今日はできないですけど、本当はね、俺は、俺だったらもう本当は俺が口に加えてるチップを顔の上にまたがって挟んで持ってってほしいぐらいの感じだから、これもう私決まりました、はい、決まったでしょそうでしょすごいです、よし、なんでバブバブで、しかもそれでしょ、それでしょ、番組的に言ってんだよ、だって番組的にな、番組的に言ってんだよ、そんなの、そうだよお前すごい、今脇コールがすごいっすよ、あ、脇ね、あ、そう、おっぱいのの、うん、お尻のの、わきーって。ああ、そう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 。ああ、ネタね。うん、あれやってたじゃん、やってたじゃん。そう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 。ズンバブ残念だって。ズンバブ残念。マチャコあいつ俺のこと楽しんでるんだ。やったね。よし。負けます。とにかく Q さん、ちょっと待って、Q さん挟んで、次のコーナー行かないと、うね、もう、ひどいことになるんで、うん、行きましょう。そう。どこにしますか？ちなみに、うん、あの、みんな、瀬名さんファンの好きなところに挟むから、うん、このあと15分ぐらい付き合って、うん、もうお願い、番組帰らないで、分かった、じゃあもうあの瀬名さんファンのリクエストで挟みます、う、うん、瀬名さんファンだぞ、あ、脇か、うん、T のとこか、うん、あとどこか、 T の縦のとこって言ってたね、 T の縦のとこって言ってたね、うん、嫌いじゃないよ、うん、お願いします。やかましい。やかましい。あいつ、また来たな。T か。バーレスクのバブは
僕はブスじゃありません。トミノさんが言ってます。トミちゃん。さっき学んだんだよ。トミちゃん、知ってるよ、トミちゃん。でも、俺はいつでもバブレスク。誰がうまいこと言ってたんだ。でも、バブレスクってすごい言いやすいんですよね。うん、いいね、バブレスク。バブリーやばい。やばいより言いやすいね。やばい。あ、でも、うん、やばいって工事に乗ったんですよ。やばいっていう単語。嘘。この間見たね。ちゃんとした単語であるらしい。曲とかもあるんでしょ。あ、そうです。バーレスク、アネックス。やばいよ、テーマソングがあります、うん、それで、あの踊ってるんで、うん、お店でもこれ毎週あれじゃないですか、この番組で流したらいいじゃないですか。え、エンディングテーマとかにはしません。なんでいいじゃん、エンディングテーマ歌ってんじゃん。だって違う違う、だからもう最後あの終わって、あ、帰る時ね、終わって、あの最後間に行けばいいじゃなくて、そこ、ちょっとあそこ MV のあそこ低い人数少ないよ、真ん中ぐらいが人数多いから、うん、あ、そこいいですね。そっちの方がいいと思う。あ、なるほど。どうせ入れるなら。なるほどね。あ、なるほど。最後、俺たち酔っ払ってダラダラでやるじゃん、最後。うんうんうん、それでもうみんな寝落ちしてるから。うんうん、みんなどんどん切っていくから、ね。切っていくから。真ん中ぐらいがいいと思う。一番見てもらってる時に。そうそうそう、そこいいと思うよ。ぜひ。まあ、ちょっと待って、その前に、ちょっと次のコーナー行こう。次のコーナー行こう。じゃあ、あの、T の、はい、T を縦に行っていいですか？縦？うん。これどう行くんですか？あ、いや、縦って、あ、さっき言ってた人の縦はこういうことかな。それはダメだよ。いや、縦のとこだから。横からってことか。そうそうそう。ああ、そういうことか。そうそうそう。じゃあ、いいっすか？ごめんなさい。ごめんなさい。いきますよ。もうちょっとこっち来てください。もうちょっとこっち。はい、マイクで隠れちゃって。いくよ。あ、こうね。こう？こう？違う違う違う。そうそう、こうでしょ？こっちからでしょ？横、違う、横に入れんだ。横じゃないの？だからそうでしょ、うん、この T を引っ張って、そしたらもっとちょっとあの、こういうこと、そう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 、でこっちにね、今ホットモットって言った、こっちに、あー、なるほどね、はい、行きました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、一旦コマーシャル行きますけど、あと15分ぐらいありますんで、うん、はい、よかったらセナさんファンも最後までお付き合いください。いや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 、セナさん一回出ますけどね、うん、ありがとうございました、はい、本当はちょっとサブイボ出てんだぞ、うん、寒いんだよね、うん、それでは、はい、今週のゲスト、はい、バーレスクアネックスヤバイから、はい、噂のセナさんから、はい、セナセナセナでお届けしましたありがとうございました。セナちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんまたインスタのフォローもお願いします。お願いします。一旦コマーシャル行きますけど、その後15分ありますんで付き合えよ、お前ら。じゃあセナちゃんにコマーシャル振ってもらいます。はい。はい。せーの。コマーシャルって言って。コマーシャルスタート。イエーイ。ありがとう。池袋東口を出て徒歩5分。ボイススタンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK。スタジオ内見学 OK。 あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル。いやー、ありがとうございます。いやー、やっと正気に戻ろうったな。そうですね、はい、正気に戻った。じゃあね、時間ないんでね、はい、とっとと行きましょう。とっとと行きますよ。はい、いつものコーナーですね、うん、いつもやってるコーナーです。はい、独断クイズ、正解は俺だ。正解は俺だ。僕です。やるぞ。ステッカーが新しくなったから、押してもやるぞ寝なきゃ、マチャコ寝なきゃ、ちょっと待て、マチャコ、マチャコ、もうちょっと待て。うん、いつもやってるコーナーなんですけど、はい、正解された方には、うん、番組オリジナルステッカーを、ステッカーを、郵送させていただきます。はい、それも新しいステッカーになりまして、はい、前まではこんなでっかい使い勝手の悪いステッカーだったんですけど、はい、名刺サイズになりましたんで、はい。はい、プレゼントします、はい、サクサクやりましょう。はい、今日はね、一人だけです。はい。一人だけだけど、あ、正解者、答え一つ？一つだけですけど、はい、面白かった人には、うん、あげましょうか。あげます。あげましょうか。問題です。問題です。もう独断クイズ正解僕なんで、クレームは受け付けません。うん、はい。私が、僕がね、はい、シンゴで、デビューシンゴが、うん、初めて買った、レコード。うん、お
何でしょう。なるほど。MC の慎吾が当時10歳ね。また、当時10歳あたり。今43歳です。うん、43歳。33年前。はい、約30年前ですね。初めて買ったレコードは何でしょう。何でしょう。はい。うん、歌詞名と曲名を当てていただいて。はい。ちなみに。はい。半年ぐらい前から。うん。もうレコードプレイヤーはあったんですよ。ほう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 。で、お小遣いを。うん。貯金箱に。はい。貯めて。はい。700円貯まるまで、うん、後ろがね、ゴムのキャップで開くようになってるんですよ。貯金箱なんですけど、うん、いつも確認して中を。泳げたいえくん、トンボ。サザンオールスターズ。曲名もね、後ろ指は刺さらない。刺さりません。後ろ指は刺さらない。開けて、700円を確認して、当時700円だったんで。うん、EP がね。そうそう、そうです。700円だって、700円集めて、うん、僕池袋に住んでたんですけど、はい、西口の、東武デパートまで買いに行ったんです、レコードを。まだ覚えてます。まあ、多分もっと10歳か9歳だったかな。まあ、そんぐらいなんですけど。うん、ほんで、700円貯めて、うん、もうきっちり貯まった時に、はい、行って、レコード屋に行ったんですよ。うん、で、買ったんですよ、うん買おうとしたんですよ。そしたら699円しかなかったんですよ。なるほど。ほんで、1円を取りにもう一回家に戻って、うん、お母さんにお願いして1円くれっつって、うん、で、700円にして買ったという、なるほど。そこまでして、欲し、買ったんですよ。純子、五代五のガンダーラ。違います、違います。乾杯。音組違います。赤いスイートピー。違います。桜田純子、違います。バブル、ウォンビーロング違います、うん。ウォンビーロングはちょっと新しすぎますね。僕がそれね、うん、高校生ぐらいですね。あいつバブ言いたいだけだ。あいつバブ言いたい。バブからバブルから。カワセだ、芝子。老人形の方違います。もうちょっと古いです。カワセはもう芝子。純子、中渕の純子ですかね。うん、そうですね。それはちょっと古すぎます。初めて買った、うん、レコードですね。ちなみにね、ちなみに、はい、僕が、はい、僕が初めて自分のお小遣いで買ったレコードは、はい、寺尾明のルビーの指輪ですね。ああ、ルビーの指輪。うん、ああ、名曲ですね。名曲。ってことはですよ、うん、やっぱり、ベスト10とかトップ10に影響されてるんで、うんうんうん、音楽番組当時のね、そうですよね。影響されてる。あれの、あそこからの、ね、ミトコモン違います。UFO 違います。UFO 古すぎます。うん、ボンジョビだから歌手名、曲名。マッチ。マッチ、曲、マッチ売りの少女の違います。だから、うん、曲名ですよ。だから、バレンタインデーキース。だから、そうです。曲名違います。それチェッカーズだから曲名でください。うん、あの子さすがに。あの子探すのさ、未来中中って、ちょっと間違えてるけど。間違えてるよね。うん、ちょっと間違えてる。Be my choo choo トレインって言ってます。うんうん、あれ、途中で補填が入ってましたね。うん、あの子探すのさ、Be my, be my, 補填が入っちゃった。Be my choo choo トレインってなるよね。CCB。あ、だから。オラ東京サイクだ。違います。オラ東京サイク、違います。CCB は大好きでしたけど、レイニーブルー。曲名お願いします。レイニーブルー違います。あ、あれ、あれ。それを、うん、それを、それは思え。心で思え。心で思って、うん、曲名を言って、うん、あいつあれだな、ベンツの弟と一緒だな。そうですよ。で、つっぱりハイスクールのクロール、ちょっとそれよりもちょっと、うん、新しいね。そうですね、もうちょっと新しい。カリウド、あ、違います。そんなに年じゃないです。燃えろいい女、燃えろ、うん、そんな年じゃないです。もうちょっと若いです。ベスト10トップ10で、うん、ケンキツさん遅くまでありがとうね。ケンキツさんありがとう。アンダルシアに憧れて、マジママストシね、かっこよかったね。マッチか、うん、まあ、多分マッチの方で言ってるよね。あのこと、イノキボンバイエ、イノキボンバイエは別に CD、うん、あれで買わねえだろ。思い出がやっぱりちょっと古すぎます。みんな古すぎます。光源氏がね、感じすぎる、感じすぎる、うん、あれは光源氏ってあれだろ、うん、紫式部のやつだろ。そう君の瞳に恋してる。違います。そろそろヒント出ますか？ヒント？はい。ヒント出ましょうか？うん。グループです。グループ。はい。まあ僕はそういう認識じゃないですけど、アイドルグループとして認識されてたんじゃないですか？バンドですけど。男でしょ？そうですね、男ですね。あ、じゃあもう、僕のあれでしょ？それを言っちゃうとバレちゃうんじゃないですか。レビューの上違います。言わない。男組はそうだよね、うん、そう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 、うんうんうん、そういうことそういうことそういうこと、
少年隊違います、ジャニーズじゃありません。夕方チャンス企画、企画をした、企画をしね、海バンド、海バンドアイドルっぽくねえだろ、うん、お前走るよめって言った、うん、あれそうだねロマンチックが止まらない。そう、うん、CCB、そうだね、うん、そ、あのアイドルとして認識されてるよね、 CCB なんかバンドだけどね。グレイはねちょっと新しすぎます。そんな若くないです僕。稲葉って俺もう大体分かってきちゃったな。分かってきちゃったでしょ。大体分かってきちゃった、うん、正解にはロマンチックアルフィー。ああなるほどね。サファイアの瞳惜しい。違います。ラッツ&サルスちょっと古すぎます、うん、曲名だっつってのボーイわがままジュレット。アイドルじゃないですね、バンドですね、完全にバンドですね。僕は小学校なんで、うん、当時おにゃんこクラブが流行ってましたね。はいはいはい、おにゃんこクラブ、トンネルズが流行ってました。はい、皆さんのおかげです。はい、流行ってて皆さんのおかげですにもよく出てました、ボーカルだけ。もうそこまでいったらね、わかるでしょ、涙抜けそうです。そこまでいったら、まあ俺世代の人間はわかるけどね。わかりますね。シャネルズ、うん、ラッツ&セナ、誰だよそれ誰なんだよ引っ張られてる、うん、さっきの一世風靡セピア違います。鬼面組だから鬼面組違うよ。あ、ラッツ&セナの後だったからな。それ一世風靡もセナだったらよかったのにな。そうだね、一世風靡セナだったらだったらもうステッカー一番あげたのに。あげたなあれ、あげたな、あげたな、あげたのにな、うん、いいから飲んで、うん、多分ね、ここからセナ狙いのやつが出てくるよここから当てる気ない。ガチャイも違います , 笑わせるだけのセナ狙いのやつが出てくる。いいから飲んでって言ってくれた人、うん、ステッカー差し上げます。あ、もう差し上げます誰でしょう、誰でしょう、はい、いいから飲んでの人ね。桜井かよ、桜井かよ、アイルトン、こっちに言わそうとしてんの。アイルトン、アイルトン言わないよ最後まで。僕は言わね、ダメだ、キンキッズ全部抱きしめて。それはね先週の話ですね、うん、当てたらチップくれる、ステッカーあげます。あ、当てたらチップくれるっていうのもあれはあれだな、桜井だな、桜井だな、あれチップ&スター、うん、チップ&スター、クボッチアウト、飲んどけクボッチ。じゃあね、もうグループだけ言いましょうか。あ、ギザギザハートの子守唄。違います、惜しい。グループだけ俺が言いますよ。はい、どうぞ。チェッカーズでしょ。そうです。チェッカーズ、うん。チェッカーズです。初めて買った LP は、LP じゃない、うん、EP はチェッカーズです。チェッカーズです。ちなみに、うん、2枚目は、うん、浅香唯の C です。浅香唯。C、噂の C ガールです。すいません。私当たってた。シングルベッド違います。うん、チェッカーズ。曲名を当てなきゃダメだよ。チェッカーズです。チェッカーズのです。チェッカーズの、はい、ジュニアのハートブレイク。違います。チャーン、チャンチャーン、チャンチャーン、チャカ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 チャン、チューチュー。こんなに触れてごめん。はい、すいません。ありがとうございます。遅くまでごめんね、今日ね。俺ちょっと、ね、俺ちょっと当てれそうな気するな。だって今、イントロ歌ったじゃん。セナマサノリ、セナマサノリ面白いな、こちら松井、セナマサノリちょっと面白いんじゃない、こちら松井さん、うん、ステッカー差し上げます、ステッカー差し上げます、うん、セナマサノリはちょっと面白い、ステッカー欲しい人は、うん、本当に、住所を番組の、うん、番組のメールを送る欄がありますんで、うん、番組に対して、うん、このページに、うん、そこに住所を送ってください。そう、番組宛てにね、コメントで、できるので、そこにお名前と住所を送ってください。ステッカー郵送でお送りしますので。彼の場合、松井ですって言ってくれれば、はいはい、言って、本名名乗ってくれてもいいですし。いいね、燃えろいい女。セナは、セナは栄子。うん、あれ、桜井だろ、お前。うん、悲しくて違います。ギザギザだと違います。燃えろいい女誰だっけ、セナ正則つって。いいね。いいな。うん、やばいの人だね。クイズ当てたいの？さっきイントロ言ってたじゃん、隣で。チェッカーズですよ。うん。じゃーん、ちゃんちゃーん。天童セナ、天童セナミはね、もう罰金ですもん。チャラララララララ。天童セナミは罰金です。罰金。はい。ダメだね。ルーム違います。もうちょっと古いっす。あー、惜しい。惜しいね。ルームより前じゃない？だ古いっす、だから。そうだよね。ルームより古いっす。ああ、そう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 。罰金。
天童瀬奈美はもう罰金です。それはその曲はチェッカーズは今まで人に曲を書いてもらってたんですよ、うん、なんだけどそうウリの芹沢さんコンビでね、そう作詞ウリのさん作曲芹沢さんでやったんだけどチェッカーズも多分分かったんだろうね、初めて俺ら自分でやった方がいいんじゃない、そうあれ全然お金入ってこなくね、うん、そうで自分らで作った初めての、うん、はいシングルです。はい、誰が答えたか知りませんが、7、正解でございます。7、正解です。7答えた人。誰でしょう。桜井さんじゃないことを祈ります。うん、7が正解です。うん、セナ。セナ、正解です。正解です。はい。ねえ、セナ、うん。ちゃんとあの、セとナの間は、一回スペース入れてるから正解です。うん、正解です。あれただのセナだったら不正解だけどね。うん7答えた人、はい、7を答えた誰々です。はい。つってメールをください。よろしくお願いします。はい、7答えた人ね。7答えた人。はい。番組宛てにコメントで、住所とお名前を送ってください。ステッカーをお送りします。ありがとうございました。というわけで、ドクタークイズ、正解は俺だ。のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャル。最後、セナ来るよ。東口を出て徒歩5分、ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK、 スタジオ内見学 OK。 あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル。さしとこうと思って聞こえてる聞こえてる始まってる始まってる、はい、はい、というわけで、ね、クイズのコーナーも終わりまして、はい、ラストまで行きましょう。ラスト5分。俺当たったよっていう人はちゃんとコメントくださいね、住所とお名前。はい、お願いします。ラスト5分ぐらいなんでもうちょっとお付き合いください。はい、というわけで、はい、今日は長い1時ですよ。もうやりましたね。お2時間オーバー。この間練りに練って、うん、正月2時間スペシャルやったじゃないですか、うん、超えたっすね、うん、超えた。やっぱりね、あのチップシステムよくねえな、あれ、うん、チップシステムはダメだね、うん、ダメだな、あれダメだ、うん、今日は、うん、いつも、うん、エコーがちょっと聞き取りづらいってお客様っていうか見てリスナーの方に、うん、はいはいはい、言われてたんで、そうそうそう、ちょっとやめたんだよね。やめたぜ。エコーがかからないように、うん、ちょっとシステム変えてみました。で、俺おしっこ出たい。じゃあ歌いましょう早く。お前がおしっこ出たいんじゃなくて、じゃあ俺が歌いましょうか。おしっこ出たい。じゃあトイレ行ってきなよ。あ、本当？すぐ帰ってこいよ。うん。俺なんか喋ればいい？うん。あの頃の話しといて。いやいや、できないでしょ。もうその。コンサート中にね、トイレに。いや、それはね、2時間もやってりゃね、トイレ行きたくなりますよ。僕はね、一人で喋ってるともうできないんで、お酒持ってる人いますかね。いますか。一緒飲みましょう。やりますか。桜井さん、桜井さんいないか。桜井さん最後でいいか。じゃあセナティーで飲みましょう。いただきます。これ飲むと姫も来るしね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。あ、しゅうちゃんありがとう。しゅうちゃんありがとう。最後までありがとう。しんごさん男気。乾杯交わせありがとう。姫出して。だから姫出すからさ、今飲んだんだよ。元吉くん。セナ出して。セナは最後に出すよ。最後ね、最後まで付き合ってくれたら。私服のセナさん出してあげるから。逆にレアでしょ。だって普段だって水着みたいのだもんね。水着とか下着だよね、ほとんどね。でやってるから、どんだけ、だいたい Q さんしょんべん出すんだ。あいつ、ありがとう姫。 Q さんいないからあれですね、やっとちゃんと喋れますね。姫と喋ろうとすると怒るんですよ。なんか仲良くしようとすると、それは俺の担当だからやめてくれって言われるでしょ。ラララララ帰ってきちゃった。何やってんの二人で。え、
何ちょっといないと思って何やってんの今それより発声練習してなかった俺うん、うん鼻が鳴ってる鼻が鳴ってる鼻が失礼いたしましたセナの由来はアイルトンセナ、うん、あそうなのアイルトンセナなのそうなのあっちじゃないのロンバケじゃないの、うん、ロングバケーションじゃないのあの木村拓哉じゃないの違うんだセナ出してとか姫出してとかすごいなそうでしょ、うん、でさっきの続きですけど、はい音響変えてやります、うん、そうそうそうちょっとね今までとはちょっと違うんですよね感じなんで、はい、どうかなって言うんですけど、うん今日もコメント数645もあるの今日すごいねで今日は、うん、今日はっていうかその Q さんの、はい、いつもそうなんですけど Q さんのラストソングでお別れエンディングとさせていただきますはいありがとうございます、はい以前もですねここで歌ったことあるんですけどはいはいはいなだそうそう歌ったじゃないですか。はいはいはい。で、ビギンといえば、はいはい、今やもう、沖縄ソングじゃないですか。はい。だけど、やっぱ、僕ら世代、ビギンは一番最初出てきた時は、うん、ブルース歌手だったんですよね。歌えますそれ。え俺の方がうまいんじゃないですかカッチン来た。歌えます綺麗に、かっこよく。あ、俺はね、ごめんなさい。ちょっと綺麗すぎるかもしんない歌えよ早く、うん、ちょっと綺麗に歌っちゃうかもしんないそれではね、今日はね Q さんのまあ今日いつもなんですけど Q さんのラストソングでお別れさせていただきたいと思いますはい、今日はね BEGIN のまあヒット作一番最初のね恋しくて、ねヒット作恋しくてでお別れですはいさっきの位置はここだったこれ向こう側に流れてる曲流れてるみんな聞こえてるこれ音楽聞こえてる恋しくて泣き出した日々などもう忘れたの今さらは戻れない傷つけあった日々が長すぎたのを戻る気はないなんて嘘をついて笑ってても信じてたもう一度もう一度あの頃の夢の中わほほほほほかわす言葉行き詰まりの嘘好きなら突き通せあげ言えばよかった I remember Do you remember わけもなくて笑った頃 I remember Oh 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 ありがとうございました。ありがとうございます。うまいね。いやいやいや、ちょっとね、どう聞こえてるのかがまだ初めての試みなのでよくわからないんですけど。はい、はい。誰がセナーゲインやね。それではね、はい、エンディングテーマも歌ったことですんで、うん、今日残ってる人たちを、はい、最後呼び出して、皆さん
ね、乾杯して、もう一回出てきてもらえますか。出てこれる人は出てきてもらって、はいはい、嫌な人は向こうで下がってもらって、はい、乾杯してお別れしましょうか。ありがとうございます。パチパチ、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お願いします。姫、あ、姫カンなんだ。僕ね、今日ね、あの言えなかったんです。あんだけ登場時間長かったのに一回も言えなかったんですけど、はい、ゲストさんですけど、はい、僕完全に女性として見てます。すいません。すいません。僕はゲストとして見てますよ、ちゃんと。あ、すごいね、やっぱり番組の人だね、MC の人、MC の人だね。俺はね、ゲストさんなのに、女性として見てます。ただお札で、うん、おっぱいちょんちょんってやりましたけどね。ダメだし。ダメなの？うん、ダメだし。ダメなんだ。うん、ダメなんだ。はい、というわけでね、はい、今日はですね、はい、1時15分。やっちゃいましたね。2時間15分。はい。この人誰ですか？これブロンソンですよ。こんな人今日一回も出てきてないんですけど。これブロンソンです。はい。松井さん、スルーの仕方も可愛いって。俺松井さん気に入ったな。松井さん来週も来てな。ね、うん。さっき誰かマチャコにステッカーくれるって言ってたよ。それが誰かがわからないから。乗ってる？あ、元気さん俺。やばいよ世界にトゥーザーワールド。やばいよ世界にトゥーザーワールド。これあの合言葉なんで。合言葉なの？じゃあもうそれでお別れしましょうか。じゃあ今日はその合言葉で、ね。トゥーザーワールド。やばいよね。はい。うん、それでは、今日も最後の最後までありがとうございました。はい。やばいを片手に。やばいを世界に。うん。はい。世界に。やばいを世界に。